と、はい、ということでね今日も人狼やっていきたいと思いますガーデンリーグ R 人狼会 vs 北の陸からですね弾、はい、いてるよ今日も人狼一発目人狼はねやめてほしいよねちょっとね2戦目の方がありがたいなんかちょっとエンジングかかってないからまあちょっと喋っていきますよどんどんはい仲間は、まあ、また後でお楽しみにしておいてください さあ、今日語るか語るまいか。あー一戦目エンジンかかってないしなー。ああ、どうだろうな。強振だったらもうすぐ出るんだけどね。人狼だとちょっと、中でもなんか戸立ちぐらいが、あ、戸立ちって言っちゃった。仲間戸立ちなんですけど、戸立ちぐらいが出そうな気がするな俺。俺と反対のめっちゃ白い高野。<laughs> タリ,リーダー高野にお願いします。ドラキュはい。 えっと、北のリカリーダー高野です。よろしくお願いします。はよいあの、元気さんの方にね、あの、ゴリネーいう人がなんかいると思うんですけど、なんか、この人、オネリンピックで誕生した人なのかなと思ってたんですけど、なんか、昔の YouTube あさってたらなんか、ゴリネーティ人が5年前ぐらいに存在していたらしい。おすごい。お、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 すごい。すごい。お、すごい。お、すごですね。はい、よろしくお願いします。どういうことどういうことお願いします。 <laughs> 2番、ゆかころ。<laughs> はい。2番、北の陸からゆかころと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いします。今日この自己紹介を仕事帰りの電車の中で考えていて、本当は、<laughs> あの、もう一回ロリキャラに転身する可能性があった話をしようと思ってたんですけど、<え>この前室に来たら、<え>相手がまず見た目が死ぬほどイカつくて、このね、<laughs> R の皆さんが死ぬほどイカつくて、<laughs> あと前室でもなんか、<laughs> 不豪みたいな話ばっかしてたんですよ、皆さん。お <laughs> 金のね、話,金の話ばっかりや。だからちょっと怖くなっちゃったので、ちょっと強そうな自己紹介をしようと思って、この数分でちょっと考えたんですけど、あの、ここ1ヶ月以上ですね、私のこの使ってるパソコンがちょっと液晶壊れてて、ずっと線入って、蛍光灯壊れた時みたいな、<laughs> ずっと点滅した状態でやってたんですね。えーえー で、それでズームをずっとやってたので、まあ、ここ1ヶ月ぐらいは、本当に画面が見にくくて、まあ、その状態、なんか手足に重しをつけてるみたいな感じで人狼をずっとやってたので、<う>で、今日ようやく修理業者に来てもらって治ったんですよ。めっちゃクリア。めっちゃクリアなので、<う>今日からは重しを外して、やっと本気で頑張れるなって。 思います。よっと強そうです。<い>お願いします。僕はそんなに強そうじゃないな弱めのエピソードだったね。<laughs> <laughs> そんなに強いうじゃない、ね、エピソードが弱いはいしばす。お はい、コアラです。よろしくお願いします。よし。お願いします。なんか、私の髪の毛、短いじゃないですか。うんええ、これ、75歳の母親に切ってもらったんですけど、うん、もう嫌で嫌で、切ってもらった時はもう本当に嫌で嫌でしょうがなくて、自分でもこう、くっつとたりしてやってたんですけど、うんうん、皆さん、サイケルダーさんってご存知ですか その人と同じ髪型だなって気づいたらもうなんかもういいかって思って <laughs> もう気に入ってますだだだだよろしくお願いしますよか,か,かったねいい,い,いね。伝わらんてはい <laughs> <laughs> 4番カ護さんはい加護ですよろしくお願いしますあの今日はね秋政の代だということでちょっと秋政がやりたかったであろう自己紹介をしたいと思いますあの7月ですよね 7月といえばやっぱ七夕だと思うんですけど、まあ僕たちの界隈では7と7のつく日でね、うん、パチンコ屋に行ってきました。一 <laughs> 日中ね、パチンコしてね、3000円プラスになりました。ちょっと豪華なディナーを食べました。来年は織姫を探したいと思います。 秋松です。秋は,はい、ということでね、こんな感じで自己紹介したんじゃないかなと思います。お願いします。よろしくお願いします。すはい、ごまんしこまつです。はい、ごまんしこまつです。み <laughs> さん、こんばんは。こんばんは。<ー>こんばんは。こないだ、北陸で、まあ、対面の人狼会あったんですけれど、うん、なんか初日、高野さんといがみ合ったあげく、 俺が初日に証券されたり <laughs>。<laughs> あと、初日に。 予言が3人出て、あの、秋政は、まあ、絶対偽やなと思ったんで、<laughs> 秋政に登用して処刑したら本物やったり、まあちょっとなんか北陸の <laughs> チームワークが揺らぐような出来事ばっかり起きたんで、<laughs> 今日は北陸のメンバーをちゃんと信じて、あの、勝ちたいなと思います。はい。別に盲信するわけじゃないけど、はい。あの、ちゃんと信じてやっていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。<laughs> よろしくお願いします。北の陸から来ました。6番のカリンです。今日の目標は、人狼ゲームを頑張ることです。高くくしてださいよろしくお願いします。最低限の目標だね。終わり。いい目標だ。7番、リノちゃん。はい、7番、リノです。よろしくお願いします。よし。 なんか今日部屋がちょっと冷房がつかなくて、扇風機ちょっと今なくて。で、最下ののが雨降ってきたんで、窓も閉めなきゃいけなくて、だいぶ今。暑い部屋で。ダンスがチャンス。チャンス。チャンス。やってて。何が。でも、上はまだいいのに、下の方み、なんか、下の方行くほど暑苦しい。なんか武田さん黒いし、あおさんとかちょっと。いや、涼しげでしょ 涼しいから、なんかちょっと暑苦しい、なんか視覚的にも今日暑いんで。<笑><笑><笑>蒸気出てそうだよね、な <laughs> んか。ちょっとまあ、自分だけでも今日冷静にジノができたらなと思います。よろしくお願いします、はい。大丈夫, <laughs> 大丈夫 <laughs> はい、ではここからアルジノに移りたいと思います。8番元気。はい、八番元気です。よろしくお願いします。今シーズン初でして、 緊張してます。<laughs> なんか久しぶりに来たら、なんか r 人の会ってまだ爽やかなキャラだったはずなのに、すごいなんか重たい、重たい感じになってきたなっていうのに、ちょっとびっくりしてて、<laughs> 爽やかさちょっと取り戻したいなって思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいよろしくお願いします。お願いします。9番、今、はい、9です。お願いします。お願いします。頑張ります。お願いします。<laughs> はい、いいです。頑張ります。みんな手抜きやな。これ,れ,れで許される。早くゲームしたいから。はい、11番の千秋です。よろしくお願いします。ゆかころちゃんが諦めたみたいなので、私がモエケロリキャラで頑張りたいと思います。お,<ー>お願いします。<laughs> いいね。いいね。どう、どうして、こっちは。アルジンの、こっちは。こっちは。はい、アルジンの会の武田と申します。よろしくお願いします。よ。ちょっと僕は喋ろうと思うんですけど。いい喋っていこう。北陸とは、あの、一座の、新、一座との新メンバーを広め会で、あの、サポートメンバー的にお呼ばれしたのもあったり。僕したので。うん。多分、北陸の皆さんは、結構、その。なんですか。 サポートで協力してもらったし、武田さんには投票しづらいなって思ってると思うんですけど、<laughs> なんか皆さんギリがたいし、なんかすごい性格ない人たちの集まりなんで、そう思ってるかなと思うんですけど、まあ本当全然気にしなくていいし、<laughs> あの、僕歌詞を作ったとか全然思ってないので、フラットに、うん、あの、純粋に、忖度なしで楽しめたらいいなと思っております。<laughs> あの、全然気にしないでください。よろしくお願いします。はい<や>。性 <laughs> がましいね。いき <laughs> ます。<laughs> 7票7票入るかな多分やりづらいです。ます。13トダ僕も入れます。え <laughs>、はい、アルジュンロウかい今日は13番トダッチです。よろしくお願いします。じなんか最近ガーデンリーグの途中で解明をするみたいなことも良いみたいな、えー、やってるみたいな形になって、ね、うん、うん、プレイヤーネームを変えてる人もいたようで。<laughs> うん、で、まあ北陸にはあの町中でプレイヤーネーム呼びにくいランキング まあ、同率1位の四股松とサウザーが <laughs>、まあ、両方いるということで別にあの解明してほしいって思ってるわけじゃないんですけどいや俺ずっと思ってたんだけど四股松はあれじゃんコアラさんとか、あのー、カモメさんとかはその生き物に何か、まあ、思い入れがひょっとしたらちょっとぐらいあるのかもしれなくてでリノちゃんはサイが好きだから多分リノちゃんだと思うの <laughs> サイって英語でリノだから <laughs> だからだから基本的にはそうだサイ好んだったんだ。<laughs> で、四股松は、一応あれなんだよね。あの、俺、おそ松さん一期は見てたから、おそ<ー>松さんのちょろ松のあだ名から取って四股松なんだよね。はい。はい。あ、よかったです。じゃあ、解明しなくても。はい、なんかさ、当たっちゃ当たっちゃった。そう、それを知らない人がいるからさ、なんかみんななんか四股松ってなんだよ、みたいなふうに思ってるかもしれないですけど、<laughs> まあ、アニメに元ネタがあります。で、まあ、そういった意味では、サウザーもそうなんですけど、まあ、サウザーはいいよね。解明させちゃっても。で、<ー>俺は、 あのー、米の旦那なんだから、まあ、米尾でいいかなってサウザーは思っていて <laughs> わかりやすいね米と米尾はやわかりにくいわ米のにしてであのブレイキングダウンも出てもらえればなっていうふうに思ってますめっちゃいいじゃん<え>どうということで僕からは以上ですよろしくお願いしますすごいじゃんこんなギア上げんだはい15番誰ですか 新人がね。あ十14番、十四番、アルジンロー会の葵です。すごい。え早くジ狼ゲームしましょう。い何も触れないね、そこには。怖いや初日、議論時間9分でいきます。どうぞ。お願いします。お願いします。なんか、マジで武田さんに投票しそうと思ってるから、ちょっと頑張ってみようかえ、なんでなんか、噛んでたなと思って。 自己紹介ね。ああ<ー>、それだけリーダ出てたってことね。え,ー、で,もえでも高野さんよりは絶対面白いこと言ったと思うけど。怖いから。はい、喧嘩が始まったら分かる。ちょっと竹田勝ってるな今。竹、ね、田でもなんか神田武田さんよりもなんか自己紹介スキップした人の方が怪しいと思わないですか？いや、俺それよりも北陸の方がなんか今日。 自己紹介調子悪いなと思って。今日の北陸めちゃめちゃ R に飲まれてるそんなことはない、そんなこと、ね、ない。なね、<laughs> 緊張感はあるなーって思ってた。<も>特にゆかころちゃん、しこまつ、かりんちゃんあたりああ緊張感あるなーって思ってました。分わかるわかる。ない。なんか、もう緊張は久しぶりだからしてたんですけど、うん

<laughs> どうですかオス溢れてる、青いグループは。オス。<laughs> オ,スオスこいてたオスこいてるね。オスこき。オス溢れておりますけど。なんか千秋さんがずっとなんか軽い感じを自己紹介の時から感じており、うん、で、かつなんかあの、なんだっけ、ロリ系うんちゃらみたいなのが千秋ゆかころのろうろうでやってなさそうだなって自己紹介段階で思っており、うん、で、今千秋さんが疑い先にゆかころさん含めたんで、まあこの二人、ムラムラ濃度、アメで。 まあ投票はしなないいかなーくらい思ってますユカコロちゃんをん村も。ユカコロさんか。ユカコロさんが人間になったのは何であかあまあ、二論ないから投票しないはそうなんですけど、今のユカコロさんの、なんだっけ、あの、メスコキか。

高尾さんまでショック受けて白黒になってる。俺は最初から白い。最初から白い。白すぎるんよな。1分タイマーが残り20になったら6分に切り替えたいと思います。はい。で、んだイージーが怪しいって話したあくんが、あおいが私とカリンちゃんのミスコキジンを間違えたっていう。あ、そうですね。結論は千秋さんが村っぽいで、とどます。いい結論です。はい。確かになんかちょっと似てるもんねなんかね。 二つ話したいことがあって、一つは自己紹介で、リノちゃんが、ま、R 暑苦しいって言った上で、自分を冷静にっていう結論に持ってったのが、私暑苦しい人たちをぶっ倒していくのかなって思ってたから、ちょっとなんか、なんかお気に入った怪しさが若干あるなって思ってるのが一つと、カゴさんが、なんか多分四股松さんが、なんかスキップした陣営ちょっと怪しいよねって向けた後に、それより北陸があって、 向け直したことは結構気になってるけど、うん、これがなんか、北陸 RGA のその、私が内訳が分かってないから、人類要素か分かんないけど、気になってる要素です。とだけ言っておきます。あ、うん、ちゃんって。なんか今のゆかころさん結構いいなと思って、りのさんが怪しい理由をちょっと言語化できずに言いたんだけど、なんか、ちゃんと言ってくれてよかったなと思って。そうか。<laughs> え、ぶっ倒わかなのところに引っかかってんの<え> <laughs> あそこじゃない。なんか、りのさんだけ自己紹介変やなと思ったから、なんか。りのち,ちゃん自分でハードル上げに行ったなと思って、 や,んなやるななと思っててたけどみんんん怪しく見えてんだね、うん、りのちゃんならみ自己紹介は正直,正直考えたものだったから、うん、別になんかそれで言われるのちょっと悲しいのと <laughs> うちなんか葵さんちょっと気になっててなんか千秋さん人間で入ったじゃないですか<お>で最終的にも千秋さん人間で片付いたはずなのに、うん、床カコロ千秋二郎ないっていうのあれいらなかったな,なんかユカこロはじいたの変だなって思っててトダッチが葵さんに床カこの人間を座ってすぐパッて言ったのはちょっと印象が良かった。 だから青井さん気になってる友達人間っぽいと思ってる。なんか青井くんなんか僕の認識だとスタートなんか二浪なさそうから入った気が、うん、なんかした気がするから。うん、最初、まあ、千秋さん軽めって言ってた最初は。あそうだっけ。まあはい。うん、まあまなんかいろいろ勘違いがあったからね。まあえー、ごめんなさい。そうですね。うん、竹山。はい あ、いいですかゆかころの後半にめちゃくちゃ共感してて、かごさんのあれ不自然だったなって僕も思った側なので、でそれをゆかころが取ってくれ、撮、うん、ってるのがいいなと思った。前半のゆりのちゃんについては僕は何とも思ってなかったので、うん、それは置いといてたけど、うん、その後半の要素だけでゆかころのこといいなと思ってて、四股さんのことも比較的いいなと思ってる側です。育ち、うん、高野さんで行く あごめん、俺はその前半のいやゆかころさんの意見の前半のりのちゃんの部分がちょっとあんまり入ってこなかったから、それ咀嚼してるうちに、かごさんの要素を聞き忘れてて、じゃあ、武田に聞こうかな武田、えー。ゆかころさんの何を評価してるかごさんのどこが怪しい話、えっと、えっとね、高野さんがまず武田に投票しようって言いました。その理由はなんでかっていうと、かんでたからって言ってましたと。それに対して、こまつさんが、いや、かんだ武田よりも、 自己紹介をスキップしていった、うんまあ、名前を出してなかったけど、うん、今木イージーの方が怪しくないかいみたいなことを、四股松さんが高野さんと対話を試みたところを、高野さんの返事を待たずに、加護さんは、いや、そんなことより北陸がって言って流したの。それって何がその情報を一応返答した方がいいね。加護さんのいいと聞いた方がいいと思うけどね。一応返答しとくと、俺は R の,その流れは別に違和感全然なくて、うんうん、今木はまあ普通に、うん。 やったんだけど、イージーなんかもなんかそのやりそうじゃん、いかにも。真似して、短縮。<laughs> だからなんか別に自然だったけど、俺は北陸の方がめちゃくちゃ自己障が気になってたのよ。だから俺は怪しんでるよっていうのを言いたかった。そっちより。うん、どっちかというと、籠、えー、さんの感覚に近い。高原さん行く。俺、高原さん次話すかな。うん、高さんどうぞ。 あオッケー。えっと、葵さんかリノさんか千秋さんに投票する気があって、えっと、リノさんから話はかけた聞けたからそれでよかった。うん、葵さんはさっきなんか、なんかその、何このコード、コード触って、なんか筋肉触ってっていうこと、なんかすごい落ち着きなかったんだけど、うん、なんか話したいことは話せたのかなああ、まあ、話します。まあ、いいですよ。うん、まあ、回してからで、あ、まあ、リノさんに言いたかったのは、千秋さん、ゆかころさんの老老ないは、あの、 聞き,取れても聞き取れてたっていうか伝わってました。なんかそれを結構軸にしてたんですけど、まあ、なんか話す順番間違ったかなと思います。千秋さんの軽さは、まあそもそも取っており、かつ、まあゆかコロさんと千秋さんのあの、なんかゴスロリがどうのこうのみたいなえ絡み、プラス中。ねまあ、それは理解してます。<laughs> まああ、してます。なんかそれがどっちもあって、話す順番間違っちゃったかなぐらいです。<laughs> で、リンチさんに喋った後に千秋さんの話を<あ>。間で高野さんが釣りたい位置、もう一回教えてください。 あいさんちやちさんリノさんの誰か。オッケーで。武田を外れたけお、ね、きさんとイージーさんとカリンちゃん喋ってほしいです。はい、今だったらトダッ、今、今とらっち投票しようかなと思ってて。た田とらっちが手を挙げてたと思うんだけど。とらっちがその時に言った回答がゆかころさんとリノさんのところが咀嚼できなかったっていうのが。なんか発言をしようとしたというよりも、うん、そのタイミングで発言しようって思っちゃった人かなと思ったから怪しく思ってる。以上。 ちょっとしゃ、ーいいや、さっき喋っていいや。最後に喋って。あ、ごめん、ごめん。私、挟むわ。ちょっと霊媒師でひつりチあげます。えっと、カゴさん、コアラさん、今木、青い。ここ釣りたくないです。それ以外で投票してください。カゴだれいいじゃんカゴだれカゴコアラ、今木、青い釣りたくなくて、ごめん、カリンちゃんとイジーさん喋ってください。 なんか私、元気さんとは真逆で、まあ、戸田さんはその咀嚼しようとしたっていうか、武田さんに話を振ったこと自体がめっちゃいいかなと思って、うん、戸田さんと武田さんに色ないと思ってるし、戸田さんは武田さんの精査をしようとした人にめっちゃあの質問をすることで見えたから、私とこの二人、武田さんの会社も良かったと思ってるから、白濃度高めの二人で残していきたいと思ってて、うん、なんか、葵さんが人狼だとき、あんなにしょってで床カコロさんと千秋さん弾くのって、葵さん人狼だったら、多分仲間ってその中にいないと思うんですよ。だから、まあ、千秋さん今、霊媒使用したけど、ユコロ千秋も葵さんする場合は、なんか、 しろうってか何する必要ない場所だなってお医者に投腐入れるなら思ってたところだったかりんちゃんね今両方存して言ったのは元気武田ってことか元気武田を今両方存したいてドダチ武田って言ったいい喋<あ>って続けて ちょっと葵くんのプロテクターかかっちゃったからあれなんだけど、葵武田を怪しんでて、より明確に言えるのは葵くんだったから、葵くん投票しようと思ってたんだけど、まあ武田さんが正直めちゃくちゃ主観だから、申し訳ないんだけど、なんかトダッチからのあれがあった、なんかあの説明を求められた時の、なんか結構上調に喋、うん、これも本当に主観なんだけど、すごい上調に喋ったなって感覚をちょっと感じたから、うん、なんか、<ー>うん、なんかちょっとだけ、でもそんなめちゃくちゃ怪しいって様子じゃないんだけど、うん、まあだから葵くん投票しようと思ってたんだけど、<laughs> まあまあ。それは聞いた俺が悪かったのごめんなたけうん、トダッチは理解できてないんだったら、ちゃんと説明しないとだなと思ったから。あ、うんうん、そうそう。だから、あの、うん、超不当っていう前提の理解してる。そう。これは武田が返し良かったかなと思ったけどね。うん。俺、うん、ひつりが誰か覚えてないから勝手に登場する。ひつりですひつりです終了です終了い同様に歌って,てください。いトダッチ。 投票はリノさ,、まあ、さんの、まあ、ぶっ倒すかなっていう要素は、俺はしっくりきていなくてなんかあー、なんか狙いに行ったなっていう印象を受けていてで、そこを人間置きできる高野さん、武田さんって言ったところが、えー、ゆかころさんが人間で人間が透けてる狼がいるのかなと思ったんだけど、2人ともちょっと人間っぽいと思ったから、ゆかころさんが単純に狼かなっていうふうに推理してます。以上です。 はい、えー、イージーさんに投票します、えー。自己紹介スキップした人を引き続き怪しんでいます。なので、今木さんとか、まあ、葵さんとかにも投票する気がありました。えー、あと、ゆかころさんも俺は疑ってます。以上です。豊です。高かまあ、戸田さんに投票するかな。ゆかころさんぐらいしか俺は人間だと思えた人がいなかったから、なんかゆかころさん削られたらちょっと困るなっていう。 感じの投票なんだけど、本当はね、葵さんに投票したいんだけど、うん、なんか飛ばしたのが怪しくなったって感じ。はい。は,さはい。えー、っと、まあ、投票は元気くんに入れるんですけど、なんか元気かりんの狼同士かなって思ってるかな。うん。感覚的なことで申し訳ないけど、今日の議論聞いてて、なんかかばい方とか、あとなんか、なんて言うんだろう。攻撃の仕方がここかなと思った。はい。ジはい。まあ、鹿松さんかな。 武田さんは相当ね、俺もね、あの、不当だと思いながらの言ってる様子だから、あれなんだけど、まあ、四股松さんの様子は、さすがに、えっ、ー、と、議論中の話が一個も入ってない中での話だったから、うん、まあ、さすがに俺はそれは見捨てられないなと思ったんで、四股松さん投票。武田さんとか、かにちゃんの意見は、ちょっと俺は武田さんを白っぽいってう、うん、あの、保存したいって言,うか言った、カちゃんも見ていきたいと思ったんだけど、まあ、最終この投票です。はい、じゃ武田。 はい。投票は高野さんにします。高野さんは、えっと、ゆかころ人間っぽいと思った理由がりのちゃん基軸だったはずだから、議論中に言ってた通りりりのちゃん投票で良かったんじゃないかなと思ってて、まあ、それがあんまり、なんか、あと議論中他の要素も含めてしっくりきてないので、高野さん投票です。以上です。りのちゃん。投票は元気さんに。 投票します。うち、葵さんまだ気になってる。戸立さん人間っぽいと思ってて、カリんさんが言ったやつ追加で思ってたから、カリんさんも印象がいい。うち、高野さんだったらうちに投票でいいって、武田さん今言ったけど、なんかそれでうちからしたら印象良くなってる。高野さんって別に、リノ、ちあきアでリノに投票すればいいのに、なんかうち投票しなかったことはちょっと違うかもって思っても。うん、で、元気さんとははい、元気。 はい。じゃあ、まあ、リノちゃん投票しますね。俺は加護さんに投票したかったんですけど、千秋が投票するなと言われてるので、しません。カリンさんが僕を失荷したわけではなく、カリンさんは僕と反対意見を言っていた人間だから、それをたられ違えて僕に投票することが怪しいと思っていて、僕に投票したリノちゃんに投票します。以上。コーラはい。足小松に投票します。まあ、北陸の中から誰か投票しようかなと思ってた中で、投票理由、え、また、 自己紹介のことを引きずってんのって思ったから <laughs> ちょっと、一気に怪しくなりました。かりんちゃん投票は、こまつさん投票します。なんか、まあ、カゴさんの元気さん投票が正直めっちゃ怪しいと思っちゃったから、元気さん投票やめたって感じです。しこまつさんのいじさん投票は、えっと、コアラさんと同じで怪しいと思ってた。だから、どっちかだったかな。<ー>以上です。これ、4、二両に見えるね。床カコあ、はい リノちゃんに投票しますが、戸立さんかリノちゃんどっちかがいいなとは本日は思ってます。リ、ま、ノ、あ、ちゃんは戸立さんは人間だと思ってた場合は、高野さんって印象よくはなんないだろうって思ってたから、そこはあんまりしっくりきてない。戸立さんは私が刺しに行ったって言ったけど、刺しに行くようなタイミングではなかったと思ってるから変化だって思ってます。今きっ、リノちゃん投票で元気さんが人間っぽいですね。高野さんを人狼だと全く思っておりません。 トダッチも。議論中一番欲しいと思ったのは、武田君だ。あおい君。はい。えー、えー、トダッチさん投票にしようかな。リノさんに入れようと思ってたんですけど、ちょっと偏りすぎちゃうかなと思ったので。あの、めっちゃ被っちゃうんですけど、元気さんをめちゃくちゃ人間だと思っており、うん、途中に、 育ちさん怪しいと思うという差し込んだ発言と、竹田さんの発言良かったけどねの発言が、まあ、両方ともめちゃくちゃ共感で、元気さをめちゃくちゃ人間だと思ってます。最終表、千秋。うわぁ、結表打ってもいいんだけど、なんか打つならしこまちさんと思ってたけど、りのちゃんの怪しい要素、多分村人っぽい人も言っていやあ、いや、ごめんなさい。 自分のエゴで四股松さんに決定打たせてもらってただ一番気になってるのはゆかころちゃんです。一応本日、けされるのは5番、四股松です。英語もどうぞ。はい、えー、信じてるのは狩野さんだけですね。えっと、北陸の女性陣に多分人狼がいて、えー、っと、まあ、これあんまり変わってないかな。今木さん、うん、イージーさん、おいさんの中に二人狼ぐらいいるかなと思ってます。ゆかころさん、なぜロリキャラをやめた あるリニジンロくらい仲間いるからじゃないですか以上です。はい。コマツが処刑されたり、かかわらず、おそろしい夜がやってまいります。皆さん、画面をオフにしてください。はい。では、4時間の方やっていきます。<し>ご視聴の皆様はしばらくお待ちください。占いででよう。占いででよう。おそろしい夜が朝がやってきます。皆さん、画面に戻ってきてください。 はい、本日朝を迎えると11番千秋が襲撃されてます2日目議論時間6分ですどうぞ<ー>ええー、予 <laughs> 言者です2番ゆかころさんの人狼を見てます初日3番コアラさんが人間ですお<ー>お予<ー>言者です初日高野さんしか2日目ゆかころさん人間ですお<ー>パンダ

に関してなんだけどまあ、二軸あって武田さん占うか床頃かさん占うかのどっちかだったんですよ床頃さん占いはリノさん軸からのと目線詰めるための占いあと千秋さんが占ったのか気になるって言ってたからまあ、救いの手を差し伸べられる可能性もあるかなと思って床頃さん占いなんだけど武田さん軸の方は武田さんとッチさんの差で私は戸立ちさんいいと思った、まあ、人外だったんだけど戸、ね、立ちさん側だけにじあの票がめっちゃ入るのが個人的には違和感があったから武田さん側に人狼がいるんじゃないかと思って黒狙いの占いは武田さんだったけど松秋さん 襲撃されるかもなと思ったから、心さん占いでいいやと思って、心さん占いました。日、誰こんにちは。誰です高野さん。高野さん。高野さん。さんあ、変わらん。 四股松が、まあ、俺人間って言ってくれてる中でなんか処刑してほしくはなかったんだけど処刑されちゃったからその周りであるとこのかりんさん、イージーさんを占う気がなかったです。小原さんは初日、白を知っていたから、うん、で小原さんって初日武田隆野のやり合いを見た時に、まあ、武田の方が有利かなと思ってたんで武田の人間をちょっと思ってるのか高野を疑ってるのかみたいな視点があった中で、うん、ゆかころさんの発言は俺はまあ人外だろうなっていう風に思っていてだけどなんか自信がなくてゆかころさんが人狼だったら絶対ゆかころさんだけは人間って言ってた鷹野 の人間、あとあの触れ方をした武田の人間が拾えるから、ゆかころさん占いです。まあ、霊媒が怪しんでたっていうのもあるけどね。うん、あ、なんか、<ょ>俺、今日、ゆかころちゃんの意見を聞きたいけど、ね。俺、グレー行きたいんだけど、そうそう違う。分かる。ああ、じゃ、グレーしゃべる。意外と占い師、よく分かってねえんだよ。分かる分かるだから、俺、ゆかころちゃん、ちょっと喋ってもらった方が、分かるかなと思ったんだけど。 何を求められてるか分かってないけど、疑ってるのは変わらず理トとッチの位置で、うん、私は元気今木の二城だと結構思ってた。で、高野さんの城はもともと持ってたとこだから、ぶっちゃけなんかこの黒打ちでスケールは特に変わってないです。何も。え、ちなみに今木の城ってみんなどこで拾うんですか拾えないと思うけど。うんうん、私はスケールの合致、まあ、リノの投票してくれたところとか、元気さん人間だと思ってたところ、<ん>高野さん人間だと思ってたところを守ってくれてるとか、まあその辺。うん、あ、投票一個ってことね。 うん、なんか言ってることは理解できるんだけど、なんでそう思ってるのかがあんまりわかんないかなって感覚かな,、まあ、なんか、ひつりにしてもらったから、あんま喋ってないけ<い>あでしゃよちょっと右と反するかもしれないんだけど、もう、霊媒の結果がないから、俺は霊媒の結果がないから、もう、ゆかころさん処刑、えっと、かりんちゃん鉄板護衛で、正直情報を増やしたいなって感じ、彦松さんの色も分かってないから、申し訳ないけど、そうやって進むのが、俺は好みって感じかな。 あなんかうち元気さん人間ってな,なんとなく言ってる人が昨日豊ちに多かったと思ってて <laughs> なんかちゃんと。<laughs> なんだろう言語化できる人は言語化してほしいのと、うちのせい、今木まきさん怪しいってちょっと思ってて、いまきさんって昨日グレスケでトダッチ高野白いって言って、うちに投票したと思うんですけど、なんかうちはトダッチ人間っぽいって言ってて、高野さんも怪しまれたけど、えっと、投票時は人間らしいって拾ってるのに、なんで理由の投票になったのかわかんないから、いまきさんも人間拾われてる意味もうちは分かってないから、 一応、チラッと喋ると、まあ、僕自身正直誰が白いとかが合ってるみたいな人あんまり白気しないタイプなので、ちょっとそれだけは前念頭に置いておいてほしいのと、うんうん、えっと、まあ、そもそもで言うと元気さんのカゴさんに対する投票中の、うん、えっと、言ったことは結構クリティカルなこと言ったなって思ってたから、元気さんが人間らしいって思ってた。まあ、その元気さんをあんまり処刑したくなかったから、井戸ちゃんに投票したっていう感じなのと、昨日の時点で思ってたことちゃ、ちゃ、ちゃかっと喋ると、うん。 議論中に怪しいんだのは武田さんです。武田さんが加護さんに対して、えっ、ー、と、言った要素。要は、床かころが籠を怪しいんだ、その後武田が俺も思ってたっていう、この要素が、武田が、なんかこう、籠さんに対して、なんでそれを言ったのかを問えばいいじゃんって思ったの。俺はどっちかというと。わかりますうん。要は、床、うん、かころに乗っかって村アピしに来た人っぽいなって思ってたから、武田を怪しんでて、だから武田を人間っぽいって言ってた人がすこぶる人狼っぽいなって思ってたっていう感じ。 ちょっとだけ弁明しときたくてちょっとだけ弁明しと,くてしときたくて俺元気カリンが人狼同士って言ったのは、えっと、結構言ってる要素が多分ずれててカリンちゃんがメス恋って発言したじゃんあの時に俺はなんかあ村目取りに行ってる人狼っぽいなって思ったんだよその時に確か元気君はめっちゃ人間っぽいってめっちゃ言ってたんだよね、うん <laughs> 俺そこで狼同士っぽいなって思ったっていう発言してるわけ。まあ、はいはいなんからちょっと撮ってる要素がちょっと違うかもしれない。そこは。え、かりんちゃんちょっとさ、喋る前にさ、イージーが言ってたみたいにさ、今日あの、ゆかこらさん投票したいっていう人いる可能性あるからさ、ちょっと多数決ストらんなんかそうしないと票散,散れそうだなと思ってるんだけど。まあ、イージー派の人いるや,やや、ややイージー派。俺はちょっとかりんちゃんの方が偽物っぽく見えてるかな。あ,あ、マジか。そうなんや。うん。 現役カリンがやっぱ抜けないかなって感じがしてるいい。いいじこんな感じだから、ちょっともしかしたら評価変えた方がいいかもしれない。すみません。なんか聞きたいのが、昨日、戸田さん投票した人一応もう一回洗っときたいなってそれだけなんですけど、手挙げてもらってもいいですか、はい、戸田さんは手下げてもらって。高野さん,さんと葵さんが2票目。葵さんが2票目。あ、そうか。この2、ね、票だけだっけ。2>, 2票しかなかったと思う。人間もいるからあんまり言いたくないんだけど、現役今期にどっちかいると思っていて、で、 えと元気が昨日俺投票を投票中に言っといて、うーん、まあ、トダッチに投票しても集まんなそうだなって思ったのからそかそれよりもなんか投票の方が気になっちゃったからって感じかな。そううまあ、私、トダッチが1票まで投票したことを評価したって感じで、でトダッチだけ田なんかいるかもなと思ってたんだけど、まあ、武田さんに投票する感じでも別にない、俺、武田さん人間っぽいなって思ってたから、まあ、違うなって思った時に、他の投票先をぶっちゃけ探してて、まあ、ちょうどいい人見つけたって思っちゃった。 んなんか、葵く君あたりが死ぬ気がする。あ死にそうり。りのさんって、元気さんを村っぽいってう、なんとなく言った人に僕、入ってますよね、きっと。うん、入ってる。議論時間終了です。<分>投票に移ってください、<laughs> うん、葵く君。はい、じゃあ、りのさんに投票します。なんか その発言が僕に僕への殺意になんかすごく聞こえたので、元気さんが白かった要素を言うと、まあ、共感がなんとなくの白だと捉えられたら、それまでなんですけど、僕は強く共感しました。元気さんが武田さんのえ発言が、イジさんに上長じゃないかって言われたのが、いや、俺は武田の発言良かったけどねって思ったのが、僕はもうまさにそう思考してたし、本当に思考している村人に見えたから、僕はまだ元気さんの白を手放す気がないです。皆ノさん投票。ただ、投票はゆかころさんに入れます。 なんか結構自信のある黒引きで、千秋もちゃんと気づいてくれてたなっていう、ゆかころちゃん怪しいって言っててくれたから、やっぱりリノちゃんのを自己紹介の要素で怪しむって言ったところと、カゴさんの議論中で怪しむっていう、この二軸が同列に出てくることが俺はおかしいなっていうふうに議論中に思っていて、で、まあ占ってしっかり人狼でした。で、じゃあ分かった、占い審議が分からない人も、まあ、そういったところも踏まえてゆかころさんに行けるっていう人はしっかり投票してほしいです。人狼です。以上です。リンちゃん 投票はリノさん投票して、葵さんを処刑して欲しくないなって強めに思ってる。戸立さん投票だけじゃなくて、まあ、ゆかころさんを人外軸で私が偽物だって思ってる人も、葵さんが人外だった時、ゆかころちゃき人狼含めて本当に白いって初日あのスピードで言うと思いますか葵さんは私は両軸でもう白の人だと、今日、まあ戸立さんが人狼だったらね、思いました。ゆかころ。はい、リノちゃん投票して、なんか、 育つに言われた自己紹介と議論の要素の二軸が入っていることが怪しい要素は皆さんが本当にそう思うかです。私は自己紹介で思っていたこと、そして議論で拾ったことを二つを話したいと思ったから話しましたという、めちゃめちゃ普通の説明をしてますけど、これが人外要素になると思う人は怪しい人なんじゃないですか私が。かごさん。はい。 やばいな、これ俺、俺だけやな。たぶんに投票する。俺の一票しか入らんのかな。え、リノちゃんなんでその集まってんのかも全然理解できんし、やばいな、この村って思ってる、今。人外がめっちゃ投票してると思ってる。もう、当たってる。俺がクリティカルを引いたんや。元気じゃない。俺が引いたんだ。クリティカルを。イージー。いやー、申し訳ない。間違ってたら、ゆかころさんに投票して、 で俺は予言が、リノアオイの、まあ、どっちか白を持ってるんだったらお、思ってる方がいるんだったら、片方を占って、俺、もうそこの村々、あんまりもうあのケアしきれないから、シンプルにそこの色軸で判断していくがいいんじゃないとは思っちゃってて、だからかりんちゃん鉄板声でんもっと情報が欲しいなって思っちゃったな、申し訳ない、みんなと違ってた。はいりのちゃん なんかグレーでなんでうちかわかんなくて、床ろ人狼の場合ってうち絶対違うじゃないですか、初日から投票されてるから。ねね、で、うち葵さんもちょ今日違うと思ったのが、うちトダッチ偽だったら人狼だと思ってるから、戸ッチ投票した人もグレーで行くべきじゃないと思ってるから、葵さんではないと思ってて、今日行くべきは。でうちは元気さん、今木さんの位置が、やっぱりそのに白を拾えてないから、ね、ここからグレーだったら冷たいと思ってた、ね、から、はい、元気さんに重ねます。 だけど、はい、いいいごめんね、ゆかころに投票します。投票理由は、いじと一緒。うん、今木に一応言っとくと、えっ、ー、と、ゆかころは気になるって発言をカゴさんにしてて、怪しいって言ってないのね。で、俺もその後半部分に共感したよって言ってて、とだちから説明を求められたから、弁宜上もしかしたら怪しいだみたいな言葉を使っちゃったかもしれないけど、なんか今木が捉え違いをしてそうなのか、発言を歪めようとしてるのかわかんないけど、えっ、ー、と、そこの、そこがありますっていうことだけ伝えておきます。以上です。 元気えー、大葛藤してて、ゆかころさんのこと人狼かもなって思ってたんですけど、りのちゃんに投票しようかなと思ったら、そっちの陣営の人たちめっちゃりのちゃんに投票するから、俺、うん、はりのちゃん違う可能性あるみたいなのですごい大葛藤してました。で、かごさん全部売りしてくるから、かごさん投票しようかなって思ってたんですけど、うん、違いそうな雰囲気も感じるから、かえ元、元気今木だった場合はね、今木よ、今木です。 うん、今期です。ただ、ね、今期投票せる、またね。最後 <laughs> <laughs>、ギリなさすぎ。うんタコさん投票でいいですか、うん、はい。コアラ。うーんあー。これ、私はリノさん人間だと思ってて、なんか私目線の怪しい人にめっちゃ投票されてるなっていう印象なので、この今後私多分リノさんには投票しないです。うん。う ゆかころさんに投票します。今き。周りのさんに投票しておきましょうか。投票中に違和感に感じたのは、ト田ッチ軸で井くん外すっていうのは、なんか占い師が新郎なのが透けてるのかなって、漠然と思いました。ト田ッチはどっちかというと心境っぽいなって思ってます。かりんさんは必ず新郎だと思ってるけど。ゆかころさん、処刑したくないな、なんか。 したらなんか占い師に紙入ってなんかよくわかんないことになりそうなんだよなぁ。イージーを人間だと思ってます。以上。私はよ、高野。なんかこうなるんやったらもうね、リごさんを一生裏打ちして、俺は行きたいなと思ってる。ゆかころさんに投票する。本日処刑されるのはゆかころです。いい言いごどうぞ。 まあ人間っぽいと思ってる人の話をすると、元気さんのことをめちゃめちゃ人間っぽいって初日に思ったのは、戸立さんに向けた、あのなんか、ざっくりと時系列の話、戸立さんが話し出した時の時系列の話、武田さんのところのね、がめちゃめちゃ人間っぽい視点だなと思った上で、戸立さんが人間になったからより人間だと思った。で、高野さんが人間、元気さんが人間ってなったら、今木さんのスケールって私は良かったなと思ってるし、リノの怪しい要素は昨日言った、私は。リノの視点で高野さんの印象は良くなんないだろうって思ったから、高野さん人間透けてるかなって思ったから、 まあ、今木さんの印象はいいままです。まあ、武田籠の位置に人狼いそうだなと思ってるけど、なんか、うんとね、わからない人が多いから、そこの人たちはわからないで置いていきます。これかりんちゃんに託していきます。うん、かりんちゃんに声を絶対入れてください。うん、まあ戸田さんに言った私への人外要素は何一つ成り立ってなかったと思います。はい。面白いことは言わずに強い女として去っていきます。はい。 ゆかころが処刑されたりもかかわらず、おそろしいれがやってまいります。皆さん画面をオフにしてください。夜わ時間の方やっていきます。ご視聴の皆様はしばらくお待ちください。いや、もう予言噛まないっすけどね。どこ噛むグレー噛みたいね。もう予言。じゃあ、高野やな。みんなで勝ちに行きましょうこれは。はい、じゃあ、高野襲撃で。 予言は信用勝負しましょうりのちゃん黒の方が熱いんだけどね恐ろしい夜が明け朝がやってきます皆さん画面に戻ってきてくださいはい本日朝を迎えると一番高野が襲撃されてます3日目ですね議論時間3あ5分ですどうぞ お願いします。十四番青井くんが人狼です。皆さん人狼です。りのちゃん人狼。うん。ごめんとばっちなっちゃった。十四番青井くんが人狼でした。おほうん。そこなんだ。で。 えっと昨日議論中、占おうと思ってたのは元気、えー、っとゆかくろさんへの票、そこに行くのかどうかって言ったところを確認したい人に見えたけど、最終的に投票がごさんになったから、ちょっと違えかなと思っていて、で同じように今きのことも疑ってたんだけど、今きはあの、俺から見ると、かりんさんってすげえ強人に見えるの、俺の黒先に白打って、パンダにしてるから、うんうん、の中で、その強人だった時にわざわざ逆を言ったよね、かりんさんが進路に見えるっていうふうに言ってたから、俺も狼じゃねえのかなって、かりんさん、今日が合ってればね。 っ言ったところで、えー、とゆかころさん投票の人は外しいいん知らない理由に関しては、うんえっと、そもそも私の目線でリノさんの色をもう確,定確認しないと進まない目線になっちゃってるんですよ。うん、元気さんと初日、ごさんから、まあ、私からしたら正直不当な投票を受けてる中、リノさんに票を変えてるから、リノさん人狼軸からだったら元気さんは人間に見える。ただ、私、籠さんのことあんまり疑ってなくって、ここまで元気さんに固執するのって結構単体で動いている人に見えているから、籠さんも直球で疑う気がないんですよ。 で、今、キさんも昨日の発言、床転ついたくないは人間っぽく見えるから、えっと、コアラさん、イージーさん、武田さんか、ま、しこまつさんだけど、基本的にはコアラさんの視点をもうちょっと聞かない限り、コアラさんが一番怪しく見えてる、私は。リノコアラ、とダッチさんがとか、リノちゃんに入れてないのは、この二人だけか。うんこの子も入れてないですね。うん、あ、タケダ、タケータケダ。ま、ね、あ、ほんだ結構いるはいるか。 うちは昨日、ゆかころに投票してくれた人あんまり疑えてなくて、うん、武田維持。うん、で、維持さんは議論中からも言ってくれてるから、あんまりゆかころとの人労動詞っぽくないと思ってて、で、えー、っと、カリンさんが何かにはよるけど、カリンさんがじゃあ強人で外に1いるんだったら、うちやっぱ今木さんの位置、 全然あるなそうっねそうだね。ねそ,それはそうだよ。俺、ちょっと元気間違えたかもしれん、これ,これ。どっちかに聞くわけじゃなくて、<laughs> 今シンプルに聞きたいことがあって、<laughs> トダッチのことは心境に見える。あ、二つあって、一個目はトダッチのこと教に、心境だと思ってる理由を教えてほしい、まあ。俺、結構ね、ちょっと、初日の要素とかもあるんだけど、フットワークの軽さ、プラス、まあ、初日1票目とかに投じたとかも含めて、 まあ、いきなり黒ぶっば、霊媒いなくなってから、みたいなすべての要素。心境っぽいなって思ってる。うん、もう一個は、うん、もう一個は、戸田ち軸で青いが白っていう議論が漠然と変っていう投票中に言ってたと思うんだけど、それ誰が言ったか覚えてる、うん、リノちゃんが言ったんだけど、えっと、まあ、違和感感じたのは、えっと、リノちゃんって昨日時点で、あ、初日時点で青いくんのことを怪しんでるって視点を持ってましたと。で、うんうん、多分リノちゃん視点で、昨日占い師のシーンがつけてなかったけど、おそらくリノちゃんから見た世界って、 トダッチの方が本物に見えると思ってたんだよね。うん。で、そうなった時に別にトダッチ人狼軸で葵くん外れるっていう思考の仕方はしなくていいんじゃないかって思ったから。あ、o 一旦受け取った。ありがとう。 なんかそれすぐ返したくて、うちは昨日グレー行くんだったら、両目線ある位置行くべきだなと思ってたから、どっちも考えてて、トダッち新郎だと思ったのは、うちゆかこれ普通に初日怪しいと思ってたから、あそこに来る打てるのは巨人じゃないと思ってたから、戸立ちゆかこれどっちか人狼いると思ってて、そこで外れる人は昨日行くべきじゃないと思って言った。うん、パリンちゃん。 小原さんから発言聞きたいなって思ったのと、今木さんのことあんまり疑ってないんだけど、うん、なんか戸立ちさんがユカコロさん、直に黒を打てるのって、まあ、リノさん黒軸からかなって結構思うし、うん、リノさんの昨日の発言、結構新郎けしてたと思うから、人狼に戸立ちさん結構見えるなって、私は思ってる。あまあ、良いいまなんか結果、そんな気する。まあ、まあ、話すと、うんまあ、私、結構、千秋さんが襲益されたのなんでかなと思った時に、ユカ、うん、ちゃん疑ってたっていうのは結構でかい。 のとあと、白起きしてたカゴさんとかコアラとかトダッチも入れて入ってたよね。確かに。この、この3人、結構人間かなと思ってて。俺も入ってました。今木<の>も入ってた。あ、今木さん。だから、だから今木さんも別に疑ってない、今のところ。そう。だから、うちさんが、え,えっと、襲撃されたところから今、ちょっと推理展開してるから。うちさんが優秀だったっていう説、ね、ですね。えっと、コアラさん <laughs> そ,うそ,うそうそう。それは、えっと、冷静に考えた方がよくて。うん。それでいうと、葵君も入ってんのよ。 で、床かころが人狼だった軸でいくと、戸田、まあ、っちしんぽくコアラさんを持ってたとしたら、<あ>葵くんも黒ってなるから、コアラさんの推理はね、成立してない。うん、<ん>いいよ、喋って。いいよ。うん えっ、ー、と、カニちゃんから出てきた推理はめっちゃわかるなと思った。あの、昨日投票の武田コアラ、まあ、俺も、俺は人間の自分があれなんだけど、そこの二人にいるっていうのは、まあ、シンプルにい,いい推理だと思ったんだけど、今本心で思ってるのは、やっぱり初日の葵君から出てきた床こロ引っ張った白きあの、二葉敷が、ちょっと俺の中では違和感として思っちゃってるから、うん、えっと、床これ葵の方が人狼っぽくは見えてるんだけど、うん、まあ、これは初日のその要素からだけオッケーそこのディスアドバンテーンジーあるのはいいんですけど、今日の釣り先って、カニさんとしての人狼でいいんですよね。 いやリ、リノちゃんとイくんの2択でしょ。あ、ガチか。ガチか。そう、2択でしょ。そりゃそうでしょ。<laughs> なんでタンズリなの <laughs> ちゃいはい、議論時間終了です。<laughs> 投票に移ってください、イくん。えー、投票します。いや、カニさんが言った通り、まあ、夜時間から思ってましたけど、基本的には、え、トダッチコアラプラス、まあ、ラスールかなと思って,てラスール見つけてくれたのは多分、リノさんだと思ってるんですけど、 いや、わかんねえ、なんか、げん、現金巻きさんのところ、なんか、村人、村人、狂人も含まれてないって信じたいな。りのさん投票。りのちゃん、あ、よっしゃん、はい、よっしゃ、ごめん。さんであ、投票は、あおさんに投票します。はい、まあ、いいさん、しゅんいちも、あおさん、確か投票して。 るよね、確か投票してると思うから、伊地さんやっぱり外してよくて、武田さんも他の人よりは人間らしいと思ってるし、昨日、床ごろ投票してるから外してる。で、籠井牧元気の中だったら、籠さんの位置はうち目線印象いい人になってるから、あんま疑えてなくて、元気井きだったら、うち元気さんの昨日の投票時、うちから投票されてて、やっぱ人間あるかもって考えてる視点の方が人間らしいって思っちゃってるから、やっぱ今木さんになっちゃうんだよ。っていう、<laughs> はい、スケールです。わかっ 投票は葵くんに入れます。まあ、かりんさんが強人で、これもう人外側のストーリーは単純で、それで葵くん昨日、リノさん1票目投票じゃないですか。で、リノさんって、えっ、ー、と、ゆかころさんから初日投票を受けてるから、かりんさん強人目線は、リノさんが限りなく人間に見えるのよ。だから、俺はリノさんを、あの、 占い先から外してるし、かりんさんは黒が打てる位置です。そんで、えー、とゆかころに決定票を打てた高野から順に噛まれている。で、えー、ゆかころさんを疑っていた、えー、千秋が優先的に噛まれてる。俺、しこまつさんがあんまり人狼で千秋神になったっていうふうには思ってない。以上。だけど、うん。なんかりのちゃん、そうは言ってくれたものの、えっ、ー、と、僕、結構グレーを丁寧に成立させたいなと思ってるから、りのちゃんに投票しちゃいます。ごめんね。えっ、ー、と。小原さんは っていう、床ろを疑ってた千秋は噛まれたって言ってるけど、千秋は青いくんのことを失立に置いてるんですよ。そうすると、ど、れ占いの審議も他のグレーの位置も何も変わってくるから、それが多分軸には置かない方がいいかなって思いました。以上です。パリンチョ。 投票は、リノさん投票します。ま、あ今木さん人間だと思ってるから、その軸でイジーさんは一旦ちょっとま、あその他の方よりは上には私の中で来てるし、まあ、昨日、井の一番にゆかころさん処刑したいって、ま、人狼であんまり言わなそうやなとは若干思ってるから、まあ、他の一人よりはやや人間要素を取ってるって感じ。なんか、カさん元気さんを最終日に残していけるような進行を私は取りたいと思ってるかな。以上。カゴさん。はい。えっと、ま、あ村人はね、リノちゃんに入れた方がいいと思います。ただ俺は、青井君に投票します。えっと、 結構強い理由があって、俺、リノちゃんが言うか言わんかどうなんやろうなと思いながら見てたのが高野襲撃で、高野襲撃ってことは高野ってさ、リノちゃんを絶対もう村置きして一生この後進行進めるって宣言した人よ。俺そこ襲撃しないと思うし、リノちゃんが人類だったら、いや、高野さん襲撃しませんみたいなこと言うと思うんだよね。そこです。以上。元気はい。<laughs> 人間なので、リノちゃん投票させていただいて、加護さんは人間じゃないんでしょうか <laughs> 怪しいですね <laughs> でもなんか、りのちゃん投票するんですけど、りのちゃん目線は結構詰まってるのかなって思ったから、ちゃんと丁寧にやらせてもらいたいなっていうので、ごめんね、りのちゃん投票です、ね、丁寧ににやるは,、ね、はい、まあ、大井君投票にします。 アオイ君がちょい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 自分の筋肉触ってるの見てるの好きなんですけど <laughs>、あのー、やっぱり私は、まあ、千秋さん襲撃は証拠だと思ってて、もう状況証拠、証拠です。これはもう絶対、ゆかころさんを疑ってて、で人間を消した中に一人ぐらい人狼がいても襲撃はします。預言者探さずにれれ、霊媒師の千秋さんを襲撃したことはもう証拠です。今き、いのちゃん投票するんですけど、 いろいろ悩んでるのが、正直言うと、占い師単体だと、爆裂に戸っちの方が本物っぽい。<laughs> 正直、これは、ちょっともう言いたくなかった。<laughs> 言いたくないね。言いたくなかった。言いたくない、ね。ごめん。<laughs> 言いたくなかったんだけど、戸立ち、いや、かりんちゃん目線の人狼の方が俺の中の人狼像なんだよな、っていうごめん、ちょっと70、70%ぐらい今戸立ちにして。うん。私、票、ー まあ、申し訳ない。俺も、あのー、議論中はね、ただちは本物っぽいと言ったけど、二日目のあの進行を俺が言唱えたので、まあ、申し訳ない。リノちゃんに決定票を打つんだけど、でも、議論中、カリンちゃんが出てきた推理も分かる。あの、カリンちゃん本物だったら分かる推理だったから、まあ、その、申し訳ない。こういうなんか、ね、てんびんみたいな感じで。申し訳ない。ごめんね。はい。本日の仕掛けれるのはリノちゃんです。英語をどうぞ。 まあなんかしょうがないとは、進行だったらしょうがないとは思ってて、なんかもう一個思い出したのが、そういえばゆかころって初日にかごさんが、えっと、北陸にこうずらしたのが変だよっていうのを一番最初に言ってたと思ってて、ゆかころ人狼だったらあれかごさんと人狼同士っぽくないなと思ったのと、まあ高野神してうちの白揚げもしなそうだなって思ったから、かごさんもちょっと今日の投票とかで外れてて、 えー、今木元気の位置かなちょっと難しいんだけど。まあ武田さんはワンチャンあるかもしれない。別に、ゆかころのこと初日白いって言ってる人物だし。ただ昨日の投票で今木元気よりは勝ってるなっていうので、順番つけた感じです。まあ今木さん人間だったら、戸立ちちゃんと見てあげてほしい。別になんか悔しいじゃなくて、真って思ってるんだったら、真って思ってるんだったら、うん、 <laughs> ちゃんとそれを貫いてほしいなって思ってます。だね、ただ今、今木さんが人狼だとは、筆頭では思ってるんですけど。<ー>はい。以上です。頑張ってください。まあ、決め打ちの時に買ってくれればいいんで。ね、はい。はい。のちゃんを処刑さにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。皆さん画面をお振りしてください。夜時間の方をやっていきます。ご視聴、しばらくお待ちください。<laughs> 恐ろしい夜が朝がやってきます。皆さん画面に戻ってきてください。はいはい。 はい。本日朝を迎えると、はい、サバコアラが襲撃されてますお。4日目、議論時間4分、どうぞ。9番、今木が人間でした。今木人間コアラさん、しろ。そうか。あたっち、今木、後ぽいめっちゃルやな。 今、キ占って、で、俺、今日、今、キの黒見て、噛まれるんだろうな、って、うんうん、高野がキ士だったんだろうな、って思ってたから、伝えられない。今、キシロ、でかいよ。今、キシロ、めちゃくちゃでかいよ <laughs>、うん。でかかった。こいつ、絶対俺にするよって、そんで噛むんだろうな、って思ってた。オッケー、オッケー、カリンちゃん。今、キさんって、私のどこがにしっぽいですか戸ダさんがシンぽいんですかいや、全然、言ってみただけです。 圧かけられてるやん。普通にシンプルに肉の飛ばしたのちょっと印象いいなと思ってました。あと初日にトラッチの方が人間だと思ってました。カリンちゃんより。トラッチ視点の人狼とカリンちゃん視点の人狼を洗ってみようよ。そうだね。うん。なんか正直今日今木さん白を出されると今木さんも怪しいなって思っちゃいますね。昨日のトラッチん話。初日2日目、リノに3票目、4票目叩き込んでるんで、絶対人間です。リノ今じゃないと思う。本当に 俺、うん、結構それは切っちゃった。夜、夜、推理してたとき、まあ。じゃあ、カゴさん元気さんにいるかイージーさんだけど。ああオッケーオッケー。はい、そしたらカリンちゃんちょっとヒ,ヒ,ヒントというか,か、あの、リノちゃんは初日俺に投票してて、俺も投票してるよ。そう。で、だから元気さんはリノさん黒から一旦弾いてはいるから、カゴさん元気さん軸から残していきたかったんです、ああ私は。また俺か。ちょっとさしゃ、聞いてみたいんだけどさは、俺イージー人間だと思ってんのね。 なんかわかる気がする。なんかわかんなんか、もラもラの思考プロセス含めて人間でしかできない思考でしてると思ってるんだけど、一旦ちょっとそれ俺固めてるのよ。自分の頭の中でどっち視点でも人狼一ならなさそうっていう感じだよね。そう。カリンちゃん目線だとあるとは思うけどね。俺は言った頃遠い方がい目線の人狼って、さカリンちゃん目線って誰 俺さ、イージーはさ、あの、ゆかころ投票がでかくって、で、元気は引き続き怪しいけど、あの時のカゴさん投票はまだちょっと評価しています。で、カゴさんはずっと俺に票を合わせてくれていて、で、武田はゆかころ黒からあんまり考えてないの。だからなんかさまよってんだけど、実はカリンさんが人狼か、これ、あの、本気で思ってないよ。けど、四股松で落ちてんじゃねえかなっていうのもちょっとだけ思って。え、四股松で落ちて青いくいや、俺ね、四股松めっちゃちょっと実は心の中で。 強人っぽいなって思ってる。要素持ってんだよな。なん。か、皆さん、ちょっと、一旦洗、洗、はいますか。なんか、その、め、両目線を。ね、カリンちゃん目線だと。確定が白が。が今、白崎もういない、私、よかった。あ、そうか。で。 りのちゃんとの、かりんちゃん目線だとりのちゃん軸で考えるのがいいかなと思ってて、そうすると優先順位が高くはじけるのが今期元気かなって、個人的には思います。で、かりんちゃん目線とだっちが何か分かんないけど、あおいくんとかが優先順位下がるんじゃないと思ってて、かりんちゃん目線がかごいんじたけいただなんか私、あゆかころりのの投票日の日に、かごさんって元気さん投票してるから、あんまりりのさん守りたかった投票には見えてなくて。 あんまり、竹田をさ、俺、占い能力と違うところで割とちゃんと人間だって拾っちゃったんだけど、初日の話した感じも含めて。だけど、ごめん、2日目投票どこ ?2 日目いかこだよ。いや、そうなんだよな。身内切りすっかな、あの時に。まあ、そしたら、しかよ半分決め打ちの可能性は、あの上での。まだ、皆さんの相違で、かりんさんって新郎だと思ってますか皆さんって。 狼して両ロ否定できるなって思ってるんですけど、僕とカリンさんの。一応教えてほしい。うとう、カリンさんがメスコキの重要な発言をしたのにもかかわらず、僕はそれを見落として、それを見落として、かつその後に、千秋さんが村っぽいだけでとどめたっていう発言が狼をほっぽり出してですよ。それがロロっぽくないと思ってほしい。カリンさんと千秋さんの関わり合いがあったにもかかわらず。はい、議論時間終了です。ここに移ってください。カリンちゃん。 投票します。投票は、戸田ちさん投票します。まあ、カゴさん、元気さんが割と白寄りに基本的に見えてて、今木さん、イージーさんどっちかにやると思って武田さんももう白だと思ってるし、葵さんも白だと思ってる。で、その上で私は、まあなんか、結構 LINE 切れてるけど、今木さんの方が怪しくは発言では見えちゃう。なんか、戸田ちカリーのサイズ系とか、まあ、言ってみただけの可能性はあるけど、印象は正直良くないよね。イージーさんの白良さもあんまり言語化されてないから、イージーさん、白、ね、評価一集してる今木さん、人狼に今とか見えちゃってる。間違ってたらごめん。 リノさんのあの発言が新郎介だったりとか。トラッチ。葵君に投票します。まあみんな分かってると思うけど、最後の、えー、っと葵かりん老老否定は葵君の白要素ではないっていうことが分かってほしいのと、あと、うーん、まあちょっと、響かせる相手も分かんねえんだよな。俺が今日噛まれたら多分籠さんが人狼。噛まれずに信用勝負を続けるんだったら元気を占ってちゃんと色をつける。ちょっとなー、高野もコアラも持ってかれちゃってるからきついんだよなー。どうしよう。 じゃあ、いや、今、木に乗っかって、今日はいい字を信じる。この推理をちょっと信じてほしい。以上。い君。はい、戸田地さん投票で、かりん、葵、ゆかころのろーろーろ否定をすると、さっき言ったかりんさんと僕の、まあ、否定が、まあ、できるのが1個と、あと僕、ゆかころさんと千秋さんを、まあ、なんか。 人間らしいって走って、そこでベタベタ触れ,触れ、僕とゆかころさんがベタベタ触れ合い、カリンさんと僕がベタベタ触れ合い、で、僕が白弾きされ、二日目占い仕様したのがメスコキっていう重要なパンチラインを残したカリンさん。なんかその狼構成が微妙だって思ってほしい。とこさん、まあ、戸っちに言ったけど、俺、ゆかころちゃん投票されてるから、初日。そこは重要な要素だと思ってほしい。投票は青い国に入れるんだけど、やっぱりね、 コアラ襲撃を言わない人狼がいないと思ってる俺けどなんか襲撃先のこと誰も言わんやん。人狼って絶対襲撃先言いたいはずなのに。うん、俺議論中誰か言うかなと思いながら見てたけど、今日も言わんかったから、襲撃が、とダっち本物って言ってるような俺は気がしてる。以上。はい。豊です。元気青井くん投票。 葵くんのローローロー否定はわかるんだけど、イージーが途中で言ってくれさ、ケど葵くんがゆかころさん引っ張ってきたのはめちゃくちゃ違和感に感じてて、かりんちゃんが別に人狼じゃなかった場合は普通に成立するかなって思ってました。襲撃のこというのはカゴさんだけですね。以上です。そ <laughs> うですだけど。 いや、俺みんなほどイージーのこと別に人間と思い切れてないんだよなぁと。カリンちゃんの目線からしたらイージーもあるかなと思っちゃってて結構迷ってるんだけど、うん、まあだから、だからいいのか。葵くんに僕は投票しますね。カリンちゃんがどうとかじゃなくて、まあカゴさんが言ったりのちゃんが高野さんかまないやろうってちょっと響いちゃってるっていうのが正直あります。はい、以上。まき 青井くん投票して、ポダッチ、仮にサウナいでいいんじゃないポダッチ本物だったらローローローかなと思ってて、ただね、そうね、なんか、イージー元気は人間だと思ってます。以上。<laughs> 最終表イージージ まあ俺も葵君に決定票を打とうと思ってたんで、葵君に投票するんだけど、まあこれはなんかね、かりんちゃんがシンプルな推理をしたら、絶対俺が人狼なのよ。なんか、今木さんとかを含めたいところがどうんー、最後のそこの思考がちょっと俺の中では違和感だなって感じたのと、まあ、シンプルに、そう、戸立ち側が人狼だったら、タカノコアラの髪は、シンプルに強い髪だなと思うから、まあ、それをもし人狼で通してたら、俺はもうすごいなと思うぐらいだから、うん、それも含めて、もう葵君に対します。はい 本日出演されるのは、順番、おいくんです。ゆう君んをどうぞ。はい。いや、ラスルわかんなかったっすね。なんか、投票では全然わかんなかったです。申し訳ない。なんか、カリンさんの占いは、とても、僕には、僕にはというか、とても良かったなと思いました。選挙の気配もすごいするからな、基本的には負けたと思ってます。チコマツさんがめちゃくちゃ村に見えてるから。いや、申し訳ない。 ホイ君ががされててい夜がやってきます皆さん画面をオフにしてください<れ>ではる時間の方やっていきますご視聴の皆様はしばらくお待ちくださいここは今木だねイージーにしようそうだねかりんちゃんが多分イージー占うからねさあゴールが見えてきたな負けないでもう少し最後まで 走り抜けてよし勝ちますか恐ろしい夜が明け朝がやってきます皆さんが目に戻ってきてください当人誰やねんはいはい本日朝を迎えると10番イージーが襲撃されてます4時間三分六、はい、番カニーさん人間です人間の。とって ちゃんはイージーさんシロー武田さん的能の葵さん投票の理由もうちょっと詳しく説明してもらうことできますう,ーん,うーんとうーんとねどうしようかな。えー、前提で言うとかごさんが途中で言ってたりのちゃんがわざわざりのちゃんが狼だった時に高野さんを襲撃するっけが結構ひ は自分なんかか知っているからカリンちゃんをしんカリンちゃんがしんだった時に俺はイージーが人狼だと思ってたから、うん、イージーがにいるにもかかわらずあおいくんに寄せてしまった時にあ、えっと自分の意思を込めて投票しちゃって大丈夫なんだけどもあおいくんにあイージーが人狼だった場合トダッチに投票してくれるから、まあ、別に俺の票は関係ないやっていう意味だった。カリンちゃんしては身内切り入ってるってことか、うん トダチてんのラスローだ。村さんが人前。<だ>まあ、あ、トダチ人狼があるんか。トダチ目線は元気か竹田なんでしょう。多分。そう。あ、まあカゴさんも入る。そうだね。でも陸地の上ではね。だけど、<ー>うん。まあ結局ゆかころさんに対しても青い君に対してもどっかしらでは切りを入れてるのね。でもうそれも金なよとは思ってるんだけど、ね、まあその比較になると筆頭は元気。違ったらごめんって感じ。裏のってよ今日は。 いやいやいや、大笑いだ。そうだけど、人間だったらごめんな。それは無理だ。トさんって申し訳ない。とダちさん初日誰投票したか教えてもらってもいいですか。だって床コラじゃないですか。床コラ。初日誰が床コラか。うん投票してます。カリンちゃん目線は？全員、全員グレーの私。全有る有るよね。えぐいあでも元気さんはもう追ってない。さすがにないんじゃない？元気さん回今地も信じよう。 今気もすいじ方がいいよ。カリンちゃん。もごめん、ごめん。いや、普通にイージーの評価集じゃ絶対ないです。らイージーがいい。まあまあ、かるよ。ないね。だってか、俺もイージーの髪のこと言っちゃった。あ、髪のこと言った。髪のこと言っちゃった。あるな。白なんだから。じゃあ、俺髪のこと言いたいんじゃなくて、死んだ人間の意見を組んでやった方がいいんじゃないっていうのを言いたかっただけ、俺は。えや、わかるよ。うん。それが言いたかった。カゴさんだ。 ここがハンバレットフェースです。カ落としてる人いないんだから、いや、えー、だ人みんなカリ<も>反対側ないけ落としてるんだ大丈夫大丈夫。でも今日俺、俺もグレー行くから、今木に行かずにグレー行くから、戸田くさんじゃダメです竹田、竹田,武田ごめん、昨日の投票理由も,もう一回言って。強人では絶対ない戸田くさん。昨日はだから、えっと、まあ、り、りのちゃん、まあ、あ端的に言うと、りのちゃんが高野さん噛まないやろっていうので、戸田っちしんよりにかなってた。うん。 それが前提でい子に投票してる。釣りよんなよ、身内切りもすんなよ。カリンちゃ視点ってトダッで終わるパターンあるのしこまツさんが人狼の可能性がある場合だけある。から今日、クラさんの投票は洗った。シりリさんが元気さん二票目だったから、もギリ。カリンさん結構厳しいと思うけど、グレー1本釣ってくれ。だと思うんですけそうじゃないと厳しいと思うよ。多分それしかないもう。はい、それ時間終了です。投票で移ってください。 カリンちゃん。投票は戸立さん投票で、もういい。えー、っとね、仕方ないと思ってる。昨日決め打ち負けてるから、一応半分ね。だから、今日一本戸立さん目線釣っていいから、戸立さんがラスローの世界だけ私は追うことにしたから、明日絶対戸立さん釣ってください。今日カリン白出してくるのって戸立さんがラスローの動きとしてはありる,ると思ってる。カリン黒出して釣って終わらない可能性あるか、あの、終わらない場合、戸立さん処刑が絶対に入るから、今日カリン白は戸立さんラスローの可能性はある。まだ。し、 みんな正直白いんですよ、私目線からしたら発言がね。LINE として切れてる人も多いし、だから明日絶対トラッチなんってください、今日はもう。トラッチ。ッカリンさんに投票します。まあ、強人だからそこにしか入れられないよな。<laughs> だけど俺も明日 PP だからさ、俺も入れられない。新予言と狂人の目線が一緒になることあるんだっていうふうに思ってる。<laughs> で えと今日決め打ち勝ちます。で、えっ、ー、と、オオカミに、えっ、ー、と、ちゃんと選択を迫りたいのは、えっ、ー、と、俺でグッジョブを起きる可能性があって、で黒引きで明したちゃんと終わる、勝ち格になる可能性があるので、今日しっかりかりんさんを釣ってください。それで、ちゃんとオオカミに、うん、今まで人狼しっかり釣ってこれてるんだから、それがまあ、オオカミに対して正当な村の権利だと思ってるんで、その勝負にしましょう。以上。どうです だけだうん。ごめん、昨日、葵君投票したのもした後変わ、スタなか変わってないや。えっと、かりんちゃんがどうとかじゃなくて、もう、りのちゃんが、高野さん噛まないが、俺なんか結構強くなっちゃった。かりんちゃんに投票します、ごめんね。かりんちゃん投票です。投票です。加護さん。うーん、た ケ田さんに投票する。まあ、かなりあれなんだけど、グレーゾーンの場所なんだけど、ワンチャン、カリンちゃん巨人でも今日は入れるんじゃないかなって思ってる。巨人だから入れるんじゃないかなって思ってるから、その動きをした武田さんが人狼かなっていう甘い推理。甘いな。砂糖のように甘いな、これ。はい、どうぞです。<laughs> どこを見とんやん。投票です。願い、します。えう<駅>めっちゃ迷ってんだよな。トダッチ真の世界で、かりんさん強人で、二郎釣られてて、噛まないことあるこんな意味わかんないみするか普通に二連ンガミいはトダッチ聞かねえかなんかそこだけがすっごい不安。ちょっとトダッチ、トダッチ投票。最終票、いき、えー、ます。 今日お土地投票するのそれはなくないそれはなくない投票です決めるかハリンちゃんに投票します 射されるなんかさ、武田さんめっちゃ怪しいと思いますよ。だって、リン強人軸なんだったら絶対釣る必要ないでしょ。んなんか私はあんまり紙の話はしたくないからしないし、なんか反論しようがないからそういう話するの正直やめてほしかったですね。だって様相にまだなってないし。<laughs> 基本的にはも元立ちさんラストローで行くしかないと思うから、明日続くんだったら。 トッチさんと、その対抗で、ちゃんと決め打ちしてください。明日もう一回。私の店を上げられてないし。はい。カレッちゃんが処刑され。パワーに騎士がいないため、人狼の襲撃が通ります。人狼陣営の勝利です。はい。それでは、皆さん、画面に戻ってきてください。 どうしたのなななんか元気いいじゃはいはい、では、約束の方発表していきたいと思います。人狼が、かごさんりのちゃんとダッチの三郎でした。うん、それをサポートした狂人は誤っている今木でした。えー、いよいよいよ。りのち,ちゃん死ぬほど人間だと思ってました。<laughs> えー、占い師がりんちゃん、えいわい師、ちやき、医師が、 イージーでした。危ない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 危なこ危ない危いてたんですが危ない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 とない危ない危ない危なか危ない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 危な正しない危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 い危ないない危なない危いないい 村見せに納得いく一、置ゆかこえの黒、青いくえの黒っていうのがもうバシバシに刺さってて強かったです。まあ、霊媒神が通ったのもでかかったですね。形、うん、かかが。カリンちゃんに火があるというよりは、チがうまかったというような感じだったと。俺はそっちに差し上げたいと思います。村陣営の MVP はね、どうしようかな。どうしようかな。元気にあげたいと。 思いますますあなんかごさんのことを警戒してみたりとか、<laughs> トダッチに初日、疑いを向けてみたりだとか、ずっとりのちゃんに投票し続けてたり、うんうん、投票も強かったですね、うん、ゆかころもめちゃめちゃ強かったんですけど、なんかやっぱり苦労を打たれてつられてしまっているので、ね、スケールはめちゃめちゃ良かったんですが、元気が生き残ってる中では、やっぱりこう、かりちゃんのシーンを最後まで考えてた人だったなと思ったので、元気に差し上げたいと思います。ますが 事務所はカゴさんに差し上げたいと思います。おおすまあ選挙今期も決定票を打ててて強かったんですが、カ、ま、ゴ、あ、さんがカリンちゃんかなかなか補足されない位置にいたというのが、まあね、あの襲撃の話はだいぶうさんくさかったんですけど、日本人が、まあ、と,とりあえず襲撃が強いので、ちょっと自分の強みとしてそれを浸透させていってるのも強かったですし、 まあ、あトダッチが床ろに苦労を売ってくれてるので、リノちゃんが死にそうな日に元気投票をするっていうのが、やっぱりローロっぽくないっていうので、カレンちゃんがもうカゴさんをあまり疑わない位置に行ってたって、あの投票とかやっぱりうまかったなと思いましたので、カゴさんに差し上げたいと思います。ありがとうございます。名言賞なんですけれども、一戦目なのでね、タイトルになるんですね。うん まあ、タイトルにならな,かったかな,たならなかったら完全にメスこき系にしたかったなと思ってるんですけど、ジ、まあ、狼ンロー動画のタイトルでメスこいてるとかはね、ちょっとなかなか言いにくくてですね。マカリントだけちゃんのメスこいてた自分が恥ずかしくなりました。チ秋キのオスこいてた あと、葵くんのメスコキという重要なパンチラインみたいなの、あの真面目なトーンで言ってるのとかめちゃめちゃ面白かったんですが。<laughs> 全部入ってきてるやん、ワードが。ええメガジョンは、高野の。高野ちょっと、ひつり誰か覚えてないから適当に投票するわ、にしたい,い <laughs>。<laughs> 確かに、あれ一番笑ったます。<laughs> 覚えといて、ちゃんと。 これはタイトルにしたいなと思いました、は僕は,は。確かに。<laughs> かにね。シーズン4以来の名言賞や面白かったです。こんだけね、ひつりとかね、指定とかが入ってる中で、この高野の発見僕は面白かったので。武士、えー、が,が出てた。<laughs> <が> <laughs> 名言賞にしたいと思います。はい、では、いお疲れ様でした。<laughs> はい。今回の役職は、騎士でございます。 でございますやったねあさっき長生きだったから長生きが見されるとだるいんだけどもう大暴れしていきたいなと思いますいいっすよもう、まあ、ちょっと強心を着されるぐらいちょっと喋っていこうかな取りつかれたように取りつかれたように喋る騎士2日目 予言で出たのかな。強いな。初日、予言出てきたら、俺も予言出たのかな。はい、では大丈夫そうなので、皆さんが面に戻ってきてください。はい。ではでは、5分サメアランの中2戦目、<laughs> 行きたいと思います。初日、議論時間9分です。どうぞ。 お願いします。お願いします。なんかね、なんか放送を意識して、なんか順番に釣るみたいなことをやろうとして、失敗したから、もう人狼だと思ったやつひたすら投票してやろうと思って。<laughs> え何、ー、何、<laughs> 順番ってど,うどういう順番だったの何、それ。なんか黒先を、自分意識で投票してやろうっていう黒先を順番に釣っていくとかじゃなくて。はい,はいはいはい。んそうそうそう。っていう決意表明、うん、なるほど。 <laughs> 別に何かがあるわけではない。<で>うん、いいと思いますよ。どっちめっちゃ見てるアピールするやん。見てますよ、アピールすごかったなし。<laughs> してないけど、ちょっとその元気の暗いつき方怪しいなと思って見てます。何を <laughs> <laughs> てたかといえば、ちょっと過剰だなと思って見てます。<laughs> ええー、ありがとう。はい、ありがとう。何か <laughs> ありがとう。 なんか怪しまれてありがとうっていう人、人狼って聞いたことあるんですけど。じゃあ、もう、やめて、預言者です。えぇ、お笑い占いです。占いです。おっ、西山は嫌だ。でもやだわ。ちゃんと当たってました。占い師です。おー、ほんとだ。友達から出てくると話変わってくるけど。いい手の開き方だった。えぇ、知らせてください。あ、今、岸郎。 14番、青い君お。バケダーはああ、しても。しかも、キ選んでくれた。選んでない選んでないーよ。選んでないなよ。選んでないなよ。選んでないな選んでくれた選んでないよ。選んでないよ。選んでないな。選んで選んでないな。選んでなんでなッな。ですいな。なんないんんでなでいな。選んないな。選選な選んないな。選んないな。選んでないな。選んでないな。選ん 基本的には予言者でよかろうと思っているが、じゃあ元気いこうぜ、元気。なんでなんでえ、なんか見に取れそうだから。そここででやりりしあと、トダッチの方が名言賞の可能性があるので。おい、合理的その理由で真と戦おうっていうのはなかなかやる気があるな。 あ、全然明日はまた出して,もってで。全員偽物っぽいんやけど、これ。新鮮な。鮮 <laughs> ダッチさんって、<laughs> トダッさん、あ、トダッさんって、私出るまでにラグがあったと感じてる側、武田はなんか割とすぐ出たと思ってるけど、トダッさんはちょっと空いたなと思ってて、まあそれこそ元気さんとやり取りあったから、トダッさんからだと早見出ても良さそうだなと思ってたけど、なんか、あえてのラグの意味とかはございますでしょうかうえー、俺、元気の高野への絡み方っていうのは、ちょっと人狼っぽいなっていう目線で見てたのね。で、西洋になった時に、なんか、 あ、俺間違えたかな。元気が強人で、武田が人狼で出ること決めてたかなって言ったところを一瞬瞬準してました。でもまあ、なんかどっちみちいいかなって最終的には思った。どこまでなんかいろいろ考えたうん。考えすぎじゃないちょっと。カリーさん。カリーさん喋って。ッカー戻れないか。元気さんが使用する前に元気さんのこと殴った人って、なんか二人ぐらい、リノさんともう一人誰でしたっけ育ち、育ち。あ、育ちさんがそこにいる。リノちゃんだね。ちゃん、リノちゃんって感じあ。なんか、いや、そうか。育ちさんだとしたら、 まあ,あれなんだけど、ちょっと思ったのが、元気さんの CEO をするタイミング早すぎて、うん、もしもこれ元気さんが人外で黒とかだとしたら、うん、なんかライン切りっていうか、発言でライン切ってるやついそうだなってちょっと思っちゃった。うん、うーんで、CEO してきてる元気さんが可能性はあるなとはちょっと思った。なる,ね、なるほど。じゃあ、元気とダっちの新労郎があるんで、元気かっちりま。いったん、一旦、一応俺あのスピードは元気強時間だと思ってるっていうことだけ表明しとくね。うんうん これはね元気くんはね本物だと思ってますよ。え<ー>意外かもしれないですけど。だってさ。うん、ごめんね意外で、うんし。しょんぼりしてんだもん。 <laughs> うん、なんかしょんぼりしてる。シーンだったら嫌だよ、これ。しょんぼりする <laughs>。もうちょっとみんな喋ってもらわな,ないと、多分雰囲気だけで負けそうやなっていう。雰囲気だけで本物置いてんだけど。うね、うんなんか、今流行りの人狼をやろうとしてるんやけど、あの、うん、<laughs> 戸立さん釣って白だったら本物決め打つみたいな、よくやるやつ、あるやつをやろうそや。そんなの流行ってんの、今。昔からあるど <laughs> うの界隈でうちの国では流行ってない。 はんじ戸立さんが人狼か本物を武田さんが本物か強人、源氏さんが本物か強人って感じ。じゃあ戸立人狼や。そうだね。高野のもので言うと、だから戸立さん釣りたいんでしょ、戸田さん釣って白だったら本物でいいかなっていう。でも白だと思ってないんでしょ、そもそも高野。あんまり思ってないの。わかるね。 個人的にはな、占い師はあんま処刑したくないんだよ。うん。もう。個人的にはねで、で、片白でこれなんかちょっと言いにくいなって思ってたのと。今ちさんの会話でそれは流行ってるの別に。グレうちの国だとそれが、それがなんか法律みたいになってて。二日目新切り進行が。うん。一応グレーで思ってるのは、かりんちゃんがシンプルに人間っぽいなって思いました。え、私逆だったのあ、怪しい派なんか早い、身受けたっての方から多うんだっていうのが。 普通に元気さん人狼だった場合、りのちゃん人間なのかなって思ってたから。なんかそれはね、りのさん側に言わないんだけど、元気さんの仕様が早すぎてそう思っちゃったっていう、それだけ。二うん、うん、面性ありそう、かりんちゃん。うん、そうね。 まあ、俺も、基本はグレー行きたいんだけど、今日の使用の仕方は、あの、3使用出た後の白、えっ、ー、と、白当てだったから、グレーの効力して、児童同士の囲いとかを、の可能性が結構多い、あるかなって、俺は思ってたから、シンプルに今日は予言で行きたいなっていうのがまず前提で。で、まあ、俺は元気さん、新郎の、えっ、ー、と、考えをしてて、あんまり今、真には見えてないから、申し訳ない。なんか、まあ、これは自分が予言者の時に、やっぱもう、ちょっと早いなって、これは個人の感覚で。待っ,っ待って待って待って。えあ、早いイージーもまあ,まあ早く使用するやろ。 もうあと一分待つ。<laughs> あと一分待つから。<laughs> 俺今予言から行くなら予言を思ってることを結構教えてほしいな。結構今日処刑する人俺本物切って処刑したいんだ。まあそれは分かる。元気が人狼だった時にリノちゃん、カりんちゃんの相方がほぼないかなっていうふうに思っていて、今気が囲われてなさそう。なんか囲われてるにしては喋りすぎだというふうに思っていて、で、武田が人狼の時に なななんかなんかだろうなんで出たんだろうっていうふうに思ってるから、四股松さんで囲ったかなっていうのは一方的な気決めつけだけど、ちょっと思ってる。以上。ないないな俺は最初、予言が3人出た時の、加護さんの反応がもう結構人間らしいなって思っちゃったから、加護さんはもういいかなって思っちゃってて、<で> <laughs> 今木が言ってたカニさんの要素は僕は結構好きだったよ。だから今木がそこを人間を着してくるのはなんかいいかなとか、カニさんも違うかなって思ってるって感じ。それ以外からなのかなと思ってる。うん 本戦はトダッチが人狼で元気強人と思ってるから、トダッチへの、えー、指摘だったりとか、えー、推理の、えー、違うわスケールのべかトダッチに対してのスケールのべ方カでユカコロタカの基本的には人間っぽいと思っている。で、えー、と太鼓の打ち分け逆だった場合は、かりんちゃんもそうだし、かりんちゃんがとても、まあ、人間らしくなってくるかなって思ってるかな。かりんちゃん、りのんちゃん両方かなって感じ。う で、その上でトダッチが狂人だった時にユカコロのあの素敵を、があった上だったら、トダッチから青いくんへの囲いができてない状態なんだろうなって思ってる。うん、私が狼の時はってこといや、ユカコロが狼でトダッチが狂人で。ってことだね。 青人間だった場合っていうかこれあの言い方するけどなんか俺元気が黒の方が推理ですげえ進むんだけど元気の生存意欲のなさと武田の色見えてるっぷりがあまりにも立地すぎてちょっとやっぱり俺逆だったかもしれない武田の方が人狼かなって今ちょっと思ってるでも投票は考えます俺が真なんで生き残れればそれでって思ってます 今木さんって、カイちゃんのこと人間っぽいって言ったんでしたっけでまあ、普通になんか、いい意見だなって思った。いい意見というか、まあそうね。なんか人狼でやんない発想かなって思った。時間あるなら、戸地さんに私が質問した回答に私は納得してないのね、戸地さんの。なんか、出てこなかったラグの説明にはなってないなって思ったから、それ出てからなんか思考ってすればいいなって思ってたから、その一点だけで戸地さんは偽物だと思っちゃいそうだから、 なんか、もっと補足ができるものが、戸立さん目線あるなら欲しい。あ、ごめん。信頼の目線で、元気に対して、ああいうふうに精査をしたとしか言いようがない。逆に言えば、まあ、青い白を持ってる時点で、じゃあ、元気をちゃんと疑いながら、えっ、ー、と、村を見てたら、ああいう考えになった。これ、ごめん。これで精一杯。本当に、信頼として。議論時間終了です。投票に移ってください。はい、とけど。まあ、投票はちゃんとしましょう。戸ッちに投票します。 元気は名言書をせいぜい頑張ってほしいなと思っていて <laughs> えと、ふと思い出したんですけど、ごめんゆ、えーと、ゆかころがトダッチに対して指摘してくれた後に、千秋トダッチの解消を踏まえて、ちあきがえって言ってたなって思ったので、えー、とゆかころたかもに加えて、ちあきも占い対象とか外そうと思います。以上です。元気。はい、トダッチ投票で、もう武田はもう負け MVB だけでやってもらえればいいかなって思いましたかね。なんかでも結構い 俺は今日、売らなくて、売らなくてもいいなっていう人を結構見つけられたから、それ以外で売らない場い合かなって思ってて、まあなんだかんだ、最初の印象だけだったからって思うから、今日売らなしてもらえると嬉しいなって思ってます。高野<度>。投票戸立さんにして、なんか、どっかの界隈だと、死んだと思うやつから釣るみたいなのが流行ってるらしいんで、まあそういうのでもいいんじゃないですか。<度>投票は元気にします。うん、じゃあ、 で、元気が新占い師だったとして、あそこでちょっと高野と喋って、じゃあ俺からつつかれて予言者だって出ます。で、自分が一角の新予言だったら、今木の白を持ってる状態で、白伏せしますとか、じゃあグレーで喋ってくださいみたいなリードがあって叱るべきじゃないですか。で、それが出ないことが元気が対抗が出るって分かってた人外っていう要素ってどうですかっていうところで考えてほしいです。以上です。川越さん。はい。えっと、トダッチに投票します。あの、元気くん人狼で見せたら、俺はあの間は開かないと思う 基本的に預言者でっていうのとあと四股松が人狼ですはい見つけましたまあ結果武田さんに投票しようかなと思っていてこれはあのその後の預言者の推理を聞いたときにまあこれまた主観になっちゃうんだけど武田さんがあのどっちの色がどうだったときって、えー、と推理してたときにかりんりのの推理を あの、言いながら考えたなって思ってて、なんかあれ、あと事前に考えたものじゃなくて、なんか喋りながら取ってつけたような推理に俺は聞こえてしまったから申し訳ない。武田さんが、うん、偽っぽく感じました。以上。マリンちゃん。投票は元気さん投票で、なんか、んまあ生存意欲ないから人狼っぽくないっていう発言自体分かるんだけど、生存意欲ないの新っぽくもないから、まあ、戸立さん側に集まるんだ、ふーんという気持ちになってるって感じかな。なんか武田さん戸立さんだったら若干戸立さんの方が偽物っぽいとは思ってはいるけどね。 つはい元気さんに投票しますいやー正直もやでも正直むずい全然判別つかんけどやっぱり元気さんはなんかしょんぼりしてるように言えた元気出してください元気だけにおいで元気だけにえ元気さん投票でこれでシーンは残るかなって思っての投票です<じ>でカングレはカリンさんの印象はよく 今木さんは元気さんから白を当てられたときになんかちょっと嫌な反応をしたにも関わらず、ここまで票を持っていて、かつ才があんまりついてないような発言をまあ途中していたのが若干違和感を感じてます。うん、まあ、考えじゃないですけどね。りんのちゃん。 元気さんに投票します。グレーだとコアラカリンイージー、ちょっと人間っぽいなと思ってて、カリンさんに触れに行った今吉明に、まあ行ってもおかしくないけど別に白々ある位置かなと思ってて、床殺し小松高野の位置は人狼いるかなと思ってます。葵さんの投票値の発言は、えー、うちも武田と立チに死にいると思ってるから、ちょっといいなって印象が良くなったぐらいです。 はい、トダッチに投票して、最終票まで待って、トダッチに決定票打てばよかったなってちょっと思ってるんですけど、結構一番偽物だと思っちゃってる。ゆかころちゃんの指摘は結構よかったと思っていて、まあ、ただし一番真だと思ってるのが武田さんなので、まあ、それだった、武田さん釣られないんだったらいいかなとは思ってます。あと、グレーだといい時期になってます。うん、はい、元気さんに投票します。いや、真予言で疑われてありがとうはないと思いました。 残り2票。今<っ>、投票、武田さん投票で、決戦にしてほしいという意思でずーっと持ってました。ゆかころ多分、戸立ちに入れるだろうって思ったし。うん、直感、イージーちやきのどっちかが人狼です。でもこれは、なんか直感、以上。最終票、ゆかころ。 はい。戸田地さん投票で、ただ別にこれ戸田地さんに決めようとか思ってたわけではなく、私も決戦にしたかった派。基本的に武田にマイナス点がないと思ってる。で、元気さんと戸田地さんに私はマイナス点を持っちゃってるから、偽物っぽい人に投票したいなって思ってました。はい。はい。それでは本日、1田一番元気と13番戸田地の決戦投票になります。弁明決まった方からどうぞ。はい。元気。と、まあ、いろんな、 言葉の上げ足を垂らしてしまったので、まあ、それはしょうがないかなって思ってるんですけど、まあ僕、まあありがとうに返すんだとすれば、まあ僕自身予言という能力を持ってるからこそ、それに疑ってくる目線を明確に持ってたっていうのは、すごい僕の中ではプラスだった。 まあ誰占おうからしか考えてなかったっていうのが正直で、まあ今日で結構カゴさんとかを外したいなって思ったのと、ユカコさんはすごいいいなって思ってた。で、えっと、俺はシコマツさんは結構人狼かもなって思ってるから、シコマツさんを外した形で外から占おうかなと思ってて、カリンさん俺に投票してきたからちょっと、なんかちょっとマイナスになっちゃったんだけど、カリンさんに触れに行った千秋とかも結構なんか怪しいなって思ったから、どっちから占おうかなと思ってる。えいと、どっち はい。まあ、ごめん。えー、じゃあ、出方で疑われてしまってるんだったら、まあ、人外はそれを理由にして投票してくれて構いません。それのヒットは、加護さん、高野さんになります。なんか、千秋は村で、なんか単純に勘違いをしてるだけかなって、俺目線は思っています。うん、で、俺は、 えと預言者で、葵の白しか持っていない状態で元気の動きは怪しいなっていうふうに思ってで、元気が人狼だった場合、高野との二郎は切れるかなっていうふうに思っている中で、そこから CEO が出ましたで、すぐに武田が出ましたって言ったところに、えー、じゃあ武田もう別に出る必要がなかった中で、強人なのかな、人狼なのかなって言ったところを、遵純したのが、まあ、うん、まあ、なんだろう、うん、新占いとして。 うんよくないですって言われるんだったら、まあ、それはしょうがないかな。でも自分が真でした。真としてあの瞬瞬がありました。以上です。すみません。はい。では、元気に投票する人8番。トダッチに投票する人13番。決まった方は両手を前に出してください。大丈夫ですかいきます。3、2、1、とトダッチ。はい。では、8番の元気に投票する人手を横に振ってください。1、2、3、4。 4票かなはい、えー。13番トダッチに投票している人が1、2、3、4、5、6、7票で、本日出期されるのは十三番トダッチです。英語もどうぞ。なんか、人狼がなりふり構わずシーンを処刑しに来たなっていう感覚はあって、ごめんね、カゴタコのに人間がいたら申し訳ないんだけど、やっぱり元気が人狼で多分合っていて、うん、で、 最初の方に、えっ、ー、と、俺に票を集めて、絶対に戸ッチに誘導するぞって言ってた中で、えっ、ー、と、結果、人間が元気に投票をして、えー、守ったっていう構図だと思っています。うん、いやー、申し訳ねえなー。ごめん。うん。あの、い君の城も俺から理由がないのよ。GM からもらっただけのものだから。で、それしかヒントがない中で、い君今日噛まれちゃったら何のヒントもなくなっちゃう村で。まあ、申し訳ないんだけど、しっかりローラーをして、ごめん、グレランバック。 しっかりにムラをしてしまって申し訳なかった、それは俺の落ち度なんだけれども、うん、しっかりローラーをしてくれだけかな、伝えられることは申し訳ない、以上です。はい。ドアっちが処刑されたにもかかわらず、恐ろしゅうがやってまいります。皆さん、画面をオフにしてください。では、4時間の方、やっていきます。こちらの皆様さはしばらくお待ちください。予言なんか守らんよ、もう。めんどくせえ。そうだな。今、気声ぐらいにしとくか。 武田さんがなんかどっちかわからんだよな。武田さんが人狼だったら、今木を白当てて神曹。え、でも結構武田真って言ってる人が多かったね。元気くん。本物じゃないんかな本物じゃないんかなむずいなむずいなどうしようかな、まあ、今木守っとくか。 なんか俺襲撃されそうよ俺、誰か護衛してくれんかな。まあ、今来ていいよ。今来衛で奇跡起こしてやる。よいしょ。これはね、ぐっちょぼ来たら熱いよ。俺、四股松でもほんまに。四股松ほんまに人狼だと思ってる。 なんか変な同調とってたから、変に同調して、投票し、投票もなんか、変だった。りのちゃんの投票も変だったね。うん、りのちゃん投票めちゃくちゃ変だったね。なんか、四股松鷹野ゆかころ疑ってるんでしょ 武田投票になるんじゃない四股松疑ってるってことは結構元気くん投票にはなりにくいと思うけどな個人的にはうん投票が怪しいですね投票は嘘つかないという心情があるのでちょっとリノちゃんを疑っていこうかな明日は恐ろしい夜がっけ朝が 皆さん、画面に戻ってきてください。はい。本日、朝を迎えると、2番、ゆかころが襲撃されてます。2>, うん、2日目、議論時間6分です。どうぞ。<ー>いします。いい人間、千秋くろう。いい人間、千秋くろね。お客様の中に霊媒師はいらっしゃいませんか ネい,いると思うけどな。いないのかいると思うけどな。<laughs> あれ武田さんなんて言ったイージー人間。ああはい。あうじゃバイスの前に売らない理由とかしゃべるんですけど、はいうん、じゃなんか僕のことを真っと思ってくれてる人がいる。 とした時にイーージって、うん、あ僕はイージーのこと人間だって結構強く思ったけど、うん、イージーが襟玉に開けられる議論になる可能性が高いなと思ったので、うん、イージーに色をつけておきました。霊媒結果を踏まえて、えー、ともう一日僕は占わせてもらえると思っているので考えようと思ってました。もなんか安直な床カコロさん襲撃は戸立さん人狼も全然あるなとは思ってしまってる。うんうん、ああ、なるほど。 喋ってもいいですか、うん、一応、昨日あの、まあ最後、投票に行った通りあのかりんちゃんと千秋ちゃんの2択、千秋 <laughs> ちゃんとか言っちゃった。あ <laughs> しててなんか変,変ですね <laughs> それか、なんか、決戦投票のタイミングで、まあ僕の弁明が良かったかはわからんですけど、ちょっと偏って高野さんが票を変えたかなと思ってるから、うんうん、高野さんが、まあ僕が占う千秋カリの中に,に人狼がいない場合に、高野さんが人狼の可能性があるなと思ってたんですけど、うん、まあ今木がおそらくかりんちゃんのことを人間らしいと思っていたと記憶してるから、なんかかりんちゃんよりも千秋見た方がいいかなと思って、千秋占いです。 俺、書いてない回。人狼の四股町を喋るって言ってる。えなんでや。一応警戒して、戸田さんに投票してない人一回も。はい、投票してなーい。おううしなきけいや、俺も。あ、いいうん。あ葵君。四股町、例外、語る人、ね。 四股松、霊媒語ろうとってるやろ。いや、ちゃう。一応、警戒してね。四股松、白なんだって。そう、人間だよ。ああ、そう。はい。武田さんは信じなくてもいいから、俺は信じて。はい。そっか。 どうするあの、ゆかころさんが霊媒師、うん、戸立さんが人狼でも行くんなら、千谷さん処刑しちゃっていいかなと思ってるんだけど。えだ、だとしたらの、のーサ渡して、戸立投票してる人だし、うん、決定票をしたいぐらいって,言って投票してる人、うん、で、元気さんの人狼も別にあるんだから、普通に占いローラーしてほしいなって思って、ーーて元気さん知ってほしいなと思って。ローラーしよう、ローラーしよう。なるほどね。まねローラーなんだ。ローラーか、間違えた。元気さんずり。うん うん俺ローナしようって今日は言うけど明日は言わないわーしたもね <laughs> 明日は言わないよかごさんってそんなにと立つと偽をもうロックできてるんですねいや別にえー、ちょっとなんか今まちあきくで実際ちょっとときめいちゃったかもっていう人いないのを <laughs> <laughs> 見る <laughs> あちっとちゃんと3位でいったほうがいいよマジで あじゃあうち武田さんの今、ローラーしようっていう発言、ちょっと変だなと思ってて、う,うん、うち武田さん占い視点って、千秋さんまだグレーじゃないですかあえっとね、戸っちのこと人狼っぽいと思ってて、ゆかころが戸っちに触れた後に千秋、うん、も戸っちのことをえって言ってて、ゆかころにすごく共感してた人だと思ってるから、千秋、うん、のことあんまり人狼と思ってないのよ。うんではリノ うん、ちゃんとしても微妙だと思うけどな。なんか私、まあ、かつ、戸田ちに投票してるし、かつ、武田さん目線、元気戸田ち、どっちかにオオカミがいる視点なんだから、千秋村には見えるでしょうとは思う。なんか、で,んかで、ちなみに武田さんが結構進化なと思った場合に、<れ>イージーさんが人間になる場合、今木さんを結構警戒しないといけないなって思ってます。なんか僕、ちなみに言うと、投票、占い師 3CO の投票全く参考にしないんですけど、うん。うん、基本的に。うん。はいはいはい え今、何考えてますい,い,いや、霊媒師いないんでしょ戸田っち死んじゃないと思うんだよね。昨日の弁明は元気さんの方が圧倒的に良かったと心の中で思ってて、占い、うん、師の、うん、で、うん、いや、なんだけど、でどうするそうすると千秋連れたいって主張ですよね、うん。武田がね、武田が本物だと思ってるのも近い、ね、別に、千秋と。 だど,うどうしようかなと思って。え、なんかもう怪しい人入れたい,いんじゃない普通に。じゃあもう、うん、ルール決めずに。完全グレーに入れるもう。俺、グレー疑ってる人めっちゃいるけど。<laughs> 本当に教えてほしいかも<え>しれない。俺、リノちゃん疑ってて、<ー>投票が変で、執行月結構疑い先上げてたのに、あの、元気に投票したのがめちゃくちゃ変だなと思った。えっと、俺は高野さんが今考えてること知りたくて、うん、グレーで信じてるの高野さんだけだから。 えなんか、さっき言った通りかな、うん、元気さんが本物、偽物でも千谷さん、別に人狼あるし、うん、えっと、今日、うん、千谷さんつって、武田さんが人狼見つけなかったら、明日元気さんに投票しようかなぐらいの気持ち。どうしようか,か加さん。加護さんってさっきの発言って、はいはい、え加護さんもしこま松さんを人狼と思ってて、えっと、戸立ちに入れてると思ってて、うん、それって、りのちゃんとやってること同じなんじゃないかなえ。違うよ、だって戸ッチは入れられてないよ、しこま松に。 しこまつはえっと元気君に入れた方に入れてる方に入れたから変だなと思ってる。でも別にうち昨日疑ってたのってさ、高野しこまつ、もう一人だらけな、ちょっと忘れったけど、その辺で高野さんだって、なんだっけ、戸立ち投票してるから、別に投票先はあんまり含めてなかった。多ぶんね、武田さんになると思った、俺は。たぶん武田さん、占い師で比べたら一番シんだと思ってたから、武田さんには行きたくなかったのよ。なるほど。 今は考えるな、スコマツって感じだね。強靭人りきで元気くん投票ってことね。うん、別になんか、あううまあ、あ人ロが別に身内入れることもあると思ったから、別に、参考にせずそこは切り離して、占い師し、単体で、三人で比べてっていう感じ。嘘をついてな、そうな気がする。はい、議論時間のシです。投票に移ってください。はい。カリンちゃん。 私、戸田さんのまあ発言正直に本物っぽいと思ってないし、元気さんもあんまり本物だと結論やっぱり思ってないんですよ。だからグレー冷たいめっちゃ。で投票は、葵さん投票で、コアラさんの話ももうちょっと聞きたい。票は変えてるけど、なんか昨日の、うん、もうちょっと話聞かないと白っぽくは置けないから、占いの結果が見たいと思いました。以上。元気じゃあまあ普通に千秋投票で。えー、でもみんなどこ投票するのって感じなんだよな。 僕の目線だと、まあ、かりんちゃんとかには、今日、千秋を見てるからこそ、投票はあんましてほしくないなって感じなんだよなでも今ので、なんか投票入りそうな感じがするから、ちょっと嫌だよなって思ってました。以上です。だけど。はい、投票は元気にします。えっ、ー、と、僕の目線で言うと、トダっち元気のどっちかに人狼がいる中で、千秋って、僕、強く人間に見えているので、い言ってほしくないです。で、あと、まあ、もう一個、 カリンちゃんがトダッチのことを確認せって思ってることが今投票でわかりましたね。ありがとうございます。以上です。はい。えっ、ー、と、まあ、あ武田さんに投票するんですけど、まあ、武田さんにあんま落ち度はなくて、まあ、四股松が人狼だから、もう囲ってるからもう偽になっちゃってんだよな。<laughs> 残念なんだよ、そこが。うん。<laughs> 予言の心がでもそんな強くついてないよ。ただ四股松の人狼だけ結構自信あるんだよね。根拠はないけど。はい。 はい、おいくん。はい、元気さん投票で、僕、人間だと思ってるのはカリンさん、リノさんなんですけど、カリンさん、戸立さんに一決め打ち結構厳しい。多分なんか多分負けちゃいますよ。僕は、まあ僕は、密かに戸立さんを激烈にちょっと死んだと、まあ僕目線はね、持っちゃってるっていうのがあるんですけど、か超負けそう、僕が今日死んだら。と思ってるんで、占いローラはしたい。以上。<き>元気さんに投票します。 ただし、私、結構、戸田ちを偽物だと思って投票していて、武田さん本物だと思っているので、千秋元気、武田を残してグレート票は割とありかなと思ってた。ただし、霊媒師がいない場合はあまり有効ではないかもと思ったので、そのまま元気さん投票です。あ、丁寧にいきますが、元気さん投票で、元気さんは正直、出方は自分の中でマイナス点は大きいんですけど、その後のグレス系発表、えー、占い位置等々は割としっくりきてるっていうところで、 まあ武田さんに対してマイナス点はあんまりないっていう、まあそんな感じ。まあ、そこまでチェ処刑拒否しなくてもなって感じで、まあ多分レバいないと思うんで、騎士の価値高いかなって思うのも、この投票以上。いや私は本当に心の弱い人間で、なんか、 私、本当に預言者誰が本物か偽物か全然分かってなくて、戸田さん本物だったかもとも思ってるんだけど、元気さん、武田さんの本物様素も分かる。ただ、武田さん本物だって言ってる人の中に人狼がいそうだなっていう印象はあるので、明日、そこをち,ょちゃんと洗いたい。うん。まあ、投票、千秋さんに投票します。はい。近松。 大、はい、元気さんに投与しますが、明日以降元気さんのシーンも別に追うかもしれないです。正直、ぶっちゃけ武田さんも信じてる、信じきってるわけではないんで、これむずいですね。マジで戸田さん人狼やったらいいなって思ってますけど。投与です。これ3票。3票。 ええ何を数えてんの投票だよよじゃ早くしろ、はい、りちゃん早くしろちょっとあんまり決まってないんですけどむずくて占い師でマイナス点ないの武田さんなんだけど今木さんと一緒でうちも元気さんのグレス系とかはめっちゃいいなって昨日の決戦で思ったから育ちさんに変えてるむずいな籠さんから歌われたけど籠さんあんまり怪しいんでなくて カゴコアラ、カリン、イージー、アオイ、ちょっとずつ拾,い拾ってるから、千秋さんの人狼全然あるなんて思っちゃってる。だよな。それです。あ、どうしよう。まあ、千秋さんには入れときます。いいの、のこれ2票。<laughs> だから何を数えてるの、ずっと。あ何あ、だから 計算できんからさ、表数合ってんのと思っていいんだけどさ、まあ、一応、千谷さんに投票して、は、まあ、いい<え>さんが。んじゃないええー、今言う、それ。多分。五ですね。<ジ>ごめん、ごめん。だそうです。はい。それは数える必要がありました。申し訳ない。こちらも申し訳ない。 <laughs> 俺は本当に数える必要があったたやつでしいやまあね結構思ってることは今木かりんと一緒でけ田さんの占い俺じゃないなんかそのままなんか推理を進める占いじゃないなって思ったからで元気さんの本当決戦弁面を含めて俺の中でかなりプラスだったから子達の偽を俺は一回き決めて千秋処刑でもよかったかなって思ってる気持ちを結構思ってましたまあ一旦ちょっと千秋には入れ,入れてみます。はい はい。では本日、元気と千秋の決戦投票になります。弁明決まった方からどうぞ。はい。元気。あ、投票、ごめんなさい。間違えて申し訳なかったです。で、そうだな。なんか、千秋、むず。なんか、千秋処刑したい、もちろん俺目線は千秋処刑したいんですけど、なんか千秋処刑したとて、なんか今の感じだった例外がいないとなった場合に、なんか結局、 まあ僕があと1占いぐらいしかできなそうだなっていうのがなんか微妙やなって思って、なんかすごいな悩,んで悩んで、悩んでました。で、あの、俺は正直、籠 <laughs> さんが言ってるように、志さんは人狼かなって思ってます。それはでも千秋のつながりとかじゃない、単体、マジで単体。そこだけ、そこを引っ張ってました。以上です。はい。元気さんは千秋人狼塾で、他の人狼一を教えてほしいなと思ったから、先に弁明すればよかったなと思いました。昨日の 良かったっったてて言ってるけど正直私昨日の弁明から元気さん偽物だと思ってたのが元気さん視点でかりんちゃんが本当に人間になるのかなってところが普通に疑問だったかりんちゃんは元気さんの CEO の早さのタイミングで身内タッチもあるみたいな話をしていて元気さんは本物視点で本当にかりんちゃんって人間って置けるって思ったから私は結構武田さんを 昨日の段階から死んだと思ってたから、まあ、あまり発言強く伸ばしちゃったから黒打たれちゃったなって思ってる。グレーだとなんか結構、私はリノちゃんのカゴ様人間を聞きしてたけど、リノちゃんを聞き続け怪しいと思っちゃってます。以上です。はい。では、元気に投票する人が8番、千秋に投票する人が11番で。決まった方は両手を前に出してください。はい。で行きます。3、2、1、と えー、8番の元気に投票してる人手を振ってください。1、2、3、4、5票。1、2、3、4、5、6票ですね、えー。チャーキーに投票してる人が1、2、3、4票で、本日処刑されるのは元気です。英語もどうぞ。はい。まあ、僕目線ちょっとシコマッさんにロックしてしまってたから、他の要素がちょっとあんまり <laughs> 入ってこなかったっていうのがあるんですけど、まあ、なんかでもシコマッさんが仮に占って人間だった時は、なんか誰なんだろうなーって。 考えてましたが、ちょっとあんま考えが正直及ばなかったです。ってぐらい、なんか、籠さんを初日、やっぱ人間だと思っちゃった。竹田に突っ込んだ様子とかが、竹田色どうあれ人間らしいなって思っちゃってて、なんか、四股松さんが完全僕、僕がグレスケ組んでる中だと、なんか完全に浮いちゃってたから、四股松さんを占い、もしくはしょこ殺してやりたいなって思ってました。以上です。<laughs> はい。 なるほど元気が処刑されたにもかかわらず、恐ろしおがやってまいります。皆さん、画面をオフにしてください。<し>ではやる時間の方やっていきます。こちらの皆さん、しばらくお待ちください。これは誰守るか。むずいの。むずいの。これむずいの。どこ守るよ。さっき噛まれたのが床ころだよね。床ころ噛まれたっていうことは 心噛まれたっちゅうことはうん。どうなんだろうちょっとわからんな。まあいいや。とりあえず、人間っぽいと思ったコアラをご用しようかな。コアラでいいや。まあいいでしょう。めちゃくちゃしてたら、そのうち、そのうちね。 そのうちヒットするでしょう。さあ、コアラで、グッジョブおこしいの。これ、人狼だったらおもろいな、コアラが。どうなんやろな人狼の時なんかもうちょっとまっすぐ攻撃する気がするんだよね。なんかちょっとあやふやすぎて、なんかあんまり、人狼っぽく見えんのよななんか挙動が。四マ松はなんかね、なんか変な投票確認しだしたりとか、なんか変な感じがする。 そうなんですよね。これまあセンサーとかじゃなくてなか動きが人狼っぽいんだよね。なんかこう村人っぽい動きをしてるのが逆に気持ち悪さがあるというか。恐ろしい夜が明け朝がやってきます。皆さん画面に戻ってきてください。どうかな。はい。本日朝を迎えると十番イージーが襲撃されてます。 では3日目です。議論時間5分です。どうぞ。お前、リノちゃんしろ。リノちゃんしろ。めっちゃ強いや。結構黒引きに行くつもりでらないました。ごめん。そうよね。いや、いいよ、全然いいよ。これ、本当にリ媒バイシの人いないですかいないでしょ。なんか、今出てこられても処刑したいそう。誰をリ媒バイシー。バイシ 出るなら昨日だろうってなんかさ、えー、昨日のの昨日の直前までさ <laughs>、うん、元気さんほど本物だと思ったんだけどさ、うん、最後の決戦投票ちょっと偽物っぽいなって思ったんだけどさ元気さんしてて、うん、千秋人狼見えててさ新京郎じゃん大体。 ってなったときさ、ン一郎を見つけるだけだから、四股松さん一本占えばさ、うん。千秋投票とかも鑑みたらさ、ほぼほぼ盤面詰まるなと思ってたのに、なんか、なんかその、なんか、占い師として三郎を見つけようとしてるかねえなって思ったんだけど、どうなるほどね。すばらしいです。わかる。わかる。天さんね、そうなるとね、人狼ではないと思うんだようん。なんか人狼の枚数分かってなさそうな人だなって思ってるから、マックス強人って、 武田さんの僕、人狼あんまり追ってないんですけど、友達、うん、人狼っていうんだ。友達、うん、人狼になるかなって、なんか昨日の夜考えてた、うん、けど、どう、うん、いいと思います武田さんに残しますとこな残しますよね。私、残したいです。あ、いいと思います。そう私も残そ,うそれを聞こうと思ってた。えー、なんか武田さん真の声がでかい中で今日誰にどうするのと思ってたから。すいません。あの、えっと、ごめんなさい。これ私、 ちょっと進行とかいまいちちゃんと分かってなかったら申し訳ないんですけど、うん、小原さんって戸立さんの芯もまだ追ってる人の投票でしたよね、昨日って。うん、っま,まあ、なんかなくはない、なんか戸立さんの偽物がよく分かんなくて、私、偽物って言われすぎじゃないと思ってるの。<う>ただ、今日の武田さんのりのちゃん、白は本物っぽいなと思った。その場合、<ー>千秋さん投票ってしていいのっていう、そそうあんまりする人。 しちゃじ本物いと思ってるだけで別に、千秋ちゃん人狼も全然あるし、別に、誰が本物か分かんない、私は。それは黒要素として取っていいのか、私は違和感に感じちゃうだけなんで、っただきたい。違和感ではあるけど、今日、小原さんが武田を信っぽいって思った理由も一旦わ分かったので、判断材料の一つだとは思う。あ、でもあんま参考になる。一応聞くは、武田さんに一回も投票してない人。 いっぱいいるんじゃないそれ、ねいねいっぱいいるよね。イージーが全員。イージー全員。うん。ジュステ票でした。うん。あ、一応ね。そうなんだ。結構真に見てる人多いんだね。俺は強人かなって思ってたけど。強人と同じよ。え、なんか投票の感じと、なんかあんまり、なんて言うんだろう。白のなんか出し方も強人っぽいし。あ、ごめん、投票の感じっていうのがわかんない。対抗に投票してるだけだから。 で、他もとダッチも元気もそうだから、それを強人っぽいって言われても反論できないです。あじゃなくて、結構対抗に強くいくはずなのに、うん、そんな強く言ってないじゃん,、うん。うん、そうかな。と思ったけどね、うん、俺は。武田強人。なんか難しいんだよな、でも、うん、なんか。武田強人だったら元気さんのこと、たぶん、なんだと思ってるんだろう。人狼だと思ってるんだろうな。人狼だか,とからってるんだ人狼だから,だから、うん、千秋人人間だと思ってると思うんだよね、武田って。うん あ、そうそう千秋、ね、さ,さん釣り処刑してもいいって言うよね、うんうんうん。言うと思うけど、ね、し今日のリノシロは強人としてどうなんだろうね。強人だったらリノ黒打って千秋ゴリかぶるとかしないといけないよね。きのうの時点で千秋をゴリ釣りだよね。うん。ちの方針にもなってないのが強人じゃないと思ってほしいわ。そうね。そう、何の結果も残せてないんだよ、偽物で。うん。 うん、えとちょっと葵さんの話が聞きたい。カリンさん、イマキさん、リノさんって、もう戸立さん偽せ決め打ちって。<全>あ、そんなことない。え、ってかあ、葵君はあんま処刑する気ない。いろんなもろものす全てのケアを込めて。<ー>なんか僕はそこに村人がいっぱいいそうだなっていう感情を持っているが、その人たちがあの戸立さんにせ決め打ちした場合、多分僕って処理位置にされるから、 あなんか村人に殺されちゃいそうっていう感情をまずっと言う。全然疑ってないな。なんかさ、戸田ッチシンだった場合でも私人狼はないよね。戸田ッチなんかね、そこの件とあんまできないんだけど。あれあ元気さんの教人に呼ばれてことねえ、これがだったらあれだな。あ、でも武田さんが人狼だった場合、リノちゃんにしろなんて言ってちゃったで、私がリノちゃんを疑ってるって言ってたし、イージーシローリノシロなんて、武田人類をゴリしてたと思うから。 そこのロールは絶対に終わないでほしい。だ,ね、だから、私の相方があるとしたら、えっ、ー、と、戸チしかない。逆にね。どうするよ、これ。え、えやばはい、ししまゲロ時間終了です。一人移ってください。だけど。はい。えっ、ー、と、カゴさんに投票します。えっ、ー、と、戸立ち人狼軸がメインなので、ええー、引き続き、高野さんを疑う気がなく、千秋も疑う気がなく、コ、え、マ、ー、松里ノが僕の城崎で、 でもろもろ考えたときに、加護さんのか加護さんから、ま、なんか正当な僕への、えー、打ち返しがないなって思ってるので、もう加護さんに投票します。以上です。かごさん。はい。うん、まあ、武田釣りをしないのであれば、千秋ちゃんを差し出すしかないんじゃないって思ってるよ。俺はね。ただ、俺は千秋ちゃん、人狼か。あまあいいや、俺、騎士だから、まあ武田に入れて。はい。 うです。千秋 <laughs>。待って、カゴさんにめちゃめちゃ投票しようと思ってたけど、カゴちゃん、カゴさん、カゴさんの位置。<laughs> <laughs> もう無数になっちゃった。カゴさんの位置からの士は強い。ただし、ただし、そうなるとグレイチがむずい。いろいろ弾いた結果、高野さんに投票するけど、ちょっと自信ないです。すみません。5松。 はい。千秋さんに投票します。あとは、カりリンさんとか、ダメですか俺は一応千秋さんに投票しますけど、カりリンさんはどうですか皆さん。以上です。投票です。はい、葵君い。あ、武田さん投票します。うもう ダメだなんか、トバチ三シンが <laughs>、まあ、僕視点だけなんだけど <laughs> 三シを目に出てもう、まあ、狼ではないと思ってる僕という村人をあのタイミングで囲うのがで、巨人なあむずいったちょっと安心したい、竹田さんとひ千秋一票じゃない千秋は一票ですねえっと、かごさんは竹田に入れてるので、はい。あ,あ、そっか。 あ、それでその一票です。あれ豊 <laughs> です。<laughs> 高野とは手を上げてるんだない、ね、んない。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょ遠いから。豊 <laughs> です。ください。早く、早くたあ。ありがとうございます。<く>高野 <laughs>、まあ。そうなるのは手を挙げるさ。あの <laughs> ごめん。<laughs> <laughs> いや、育田ろ郎なら青いとか別にあるし。 武田千秋のローローも別にあるし、元気しん千秋ローもあるし、武田,田さんに投票してない人いっぱいおるし、もうわからんから千秋さんに投資するね。うーん。怒りんちゃんあった。ああそっか。小、まあ、原さんの投票を見てから行きたかったんですけど、切れるほどの,のなんか私は元気さんが本物じゃないと昨日の発言でやっぱり結局思ったし、戸田さん人ロジックから行くと千秋さんめっちゃ釣りたくないんですけど、うん だから、コアラさんの発言、まあ今日武田さん残したいって言ったこと自体は、まあ、武田さんに若干心っぽいから評価はするんだけど、なんか、しこまつさんの投票も違和感あるし、コアラこまつとかはギリあるんじゃないとは思っちゃってる。武田さんが偽者でね。まあ、武田さん投票します。千秋さんを釣りたくないとかなり強く今思ってる。うん。え武田さんを釣りたくないんですけど <laughs>、どうしよう。千秋さんは別にそんな釣りたくなかったな。でも、 あーどうしよう。まあかりんさんに投票しますで武田さんが本物で戸立さんが人狼で蒼さんが人狼だったらもう武田さんは襲撃されていると思うので私葵さんは疑ってない。うん,りのちゃんむずいな。占い師は武田さんが一番しんぽいなとは思ってるんだけど私武田さん釣りたくはないけどそうなった時の釣り位置がむずいなと思ってて。えー なんかワンチャンちゃん、あまあ、東洋は千秋さんに入れて、千秋だけどどっちかで今日はいいかなと思ったんだけど、ワンチャン今日、釣りなしして、武田さんの色結果もう一、うん、もう棋士出ちゃったし、いいかなと思ってて、それで良ければ、今木さんがその提案して、むずいかな、でも、1、2、3、4票ずつにできたらいいなとは思ったけど、いい釣りなしで、武田さんの1結果見た上で決めるとかの方が。 そろそろ。はい。今木。はい。コアラさんに投票して、全く同じことを考えたので、ここまで票を待っておりました。釣りなししましょう。そうそうえー、高野、コアラ、加護、四股松が千秋投票を、かりん、りの、今木、葵が武田投票。で、うん、基本の進行、僕の中の進行は、明日は武田さんを一旦処刑するっていう前提で考えた方がフラットに議論できるかなって思いました。うん、そんな感じで、ええー。 5番、四んまでが千秋投票。それ以降が武田投票で釣りなしにしましょう。かごさんありがとう、出てくれて。以上。は,はい、では本日、ね、一番、千秋、中には武田の決戦投票になりますので、決まった方からどうぞ。う武田、二つ、はい、言いたいことがあって、1>, うん、1個目はかごさんごめんね。2つ目は、四股松、千秋が誰とも占い師だ。 つながらないっていう話結構丁寧にしてたじゃないあなたの人間を僕は知っているのでもうお願いしますあでも千秋が違うさすがに千秋でいのないと思うんだよなはいえっ、ー、とかりんりの今木葵の4人が武田投票ですよはい以上です千秋はい釣りのせ面白いですね巻きますか高野コアラ鹿児島本千秋お願いします以上ですはいでは 千秋投票11番、武田投票12番で決まった方両手を前に出してください。いきます。3、2、1、とはい、11番の千秋に投票している人が1、2、3、4票。武田に投票している人が1、2、3、4票。もう一度同数の場合は処刑者はなしになります。それでは、いきます。3、2、1、と十一11が1、2、3、4票。12が1、2、3、4票。で、本日処刑者なしとなります。 はい、それでは皆さん、画面をオフにしてください。夜時間の方やっていきたいと思います。どうなんやろうね武田がそこまで真に見えてないよな、俺は。真なのかな元気くんが2日目来るでしょ強人で 村拾ってた千秋ちゃんのいや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 、狂人か。黒先に投票してるか、一応。まあ、黒先に入れるわな、そらな。うん、めっちゃ間違ってんのかな、俺。 どうだろう武田信やったらまあでも俺めっちゃ間違ってるな。めちゃ間違ってるな。そうか、でもなんかみんなにああ言われるとなんかあんま自信なくなってくるな。恐ろしい夜が朝がやってきます。皆さん画面に戻ってきてください。そうか。はいはい。まあ俺襲撃入るんだろう、ね、はい。 本日朝を迎えると、4番、カゴさんが襲撃されてます。どううなんでしょう4日目、ゲロ時間4分です、どうぞ。カノのロ、うん。うん、カの白ロ。えっと <laughs> 他は、他はお互いで推理できると思ったから、高野の色が一番必要だと思っちゃった。ごめん。いや、いや全然いいんだよ。タカさんンなら全然いいんだよ。戸田ってのシあるのかなーってちょっと考えてるけど。 僕<あ>にはカリっ,といっと漠然と言うけど、武田本物だったらなんか新郎6世気がするんだよ。ああ。別に強人っぽい人がいるとか全く思ってないんだけど。いやなんかうん,うん。うん。コアラさんが言ってた通り、葵くんが人狼だった場合多分予言即髪コースな気がしていて、で、カリンコアラの二郎ないと思ってるから、ね、千秋人間って置くと、 新ロロいやいやいや、とッちと元気のあの動きロロ今、聞で囲いが起きてたとしても、あ、俺、目線ね。思ってたとあったとしても、元気にあんな人集まんないだろうなぁとかも思ってるから、結構合わねえなぁと思ってて。うん、新郎はないよ、うん。武田さんの占い席を確認していいかえお祭りの中の。うん。なことその3人。 うん、で、うん、基本的にはキニワ、コアラ、イマキ、カリン、アウニー、ミロ、カシンロロ、オアキョウゴバクチアキ。うん、そうんまあおそうだ、そうだ、そうだ、そうんそうだ、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 なうだ、そ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 うだ、 継続して人間だと思ってはいるけど、あまあ、そのまま喋ると、まあ、しこまつさんが昨日、カリンさんにがこう投票フォーカスをちょっと当てたし、まあ、ポーズかもしれないですけど、まあ、若干それがカリンさんを人間だと思ってた軸があったから、まあ、ちょっと違和感を感じたが、でも同時にカリンさんって強い位置のおかみとしてありそうだなとも思ってる。なんか私の中でも正直、なんか弾けてる位置が高野さん弾いてる、千秋さんも弾いてるし、りのさんも昨日の釣りなし めっちゃ印象良かったから、弾じいちゃうと、まあ、襲撃しなさそうはわかるんだけど、青井さんは私の中でも入ってはくるなとは思ってる。ただ、すこぶる印象はいいよね。二日目は、まあ、戸地さん人狼だと思ってたから、青井さん投票はしたけどって感じ。えっと、俺が昨日、カリンさんにフォーカスされたのは、えっと、戸地人狼といたときに投票してない人だから、どうすかっていう感じでしたね。そう、葵さんよりはカリンさんの方があるかなっていう感じ。うん、まだでも印象はは特ににさんには なくその情報一本で選んだって感じですか、ねうん、まああとまあでもかりんさんに投票しなかったのは千秋さんがすでに1票入ってると思ってたから千秋さんを2票にする方がいいかなって思った千秋 <laughs> <laughs> どう見えなんか難しいですねなんかうんえなんかちょっと質問したいんですけど私ってなんか今木さんも千秋かイージーに人狼がいそうみたいなグレスけ述べてたと思ってて。 強人的に千秋に黒って打てるんですかね、うん、なんか、あもう関係ないか。人生どうでもよくなってる強人だったら、<laughs> 打てんじゃない、うん、そうだね。いやなんか、元気さん、人狼軸で考えたら結構シンプルに分かりやすいなって思ってるのが、うん、結構カリンちゃんの人間はそれで置けるし、武田さん死んだった場合、白崎は普通に弾いた結果、マ、まあ、いくんは浮かび上がってくるし、コアラさんの位置はもう一回考え直さなきゃなとは思ってます。なん,すなんか、コアラさんの昨日。 いいかコアラさんの昨日の投票が人狼として何をしたかったんだろうと思ってるから、なんかコアラさん人間かなと思ってるんだよね。どの投票ですかなんか竹田千秋、カリンに投票が、誰だっけ竹田千秋が集まってて、カリンさんに1票だけ入れたんだ。ああ。カリンさんにどうしてるのかなんかあれが何をしたかったんだろうっていう。コアラさん人狼だとしたら、田。 強烈に処刑したいと思けど時間終了です投票に移ってください。うん、はい。葵君。はい。武田さんに投票しますなんか。ごめんなさい。継続して武田さんが人狼かなって今思ってます。今きりのコアラを僕はこのゲームここから疑う気がなくって感じですかね。まあ、でもね、四松さんのなんか今日のレスポンスは僕は。 なんか想定したものよりも良い良いというか。期待値以上のものが返ってきたなって感覚あったので、鹿 <laughs>、はい、松カリンの昨日夜の思考だと、カリンさんの方が人狼かなって。<の>まあ、その二択だったら。はい、えっ、ー、と、ごめんなさい、結果的に、えっ、ー、と、コアラさんに投票するんですが。えっ、ー、とね、ただ、昨日のすべてがコアラさん人間っぽかった。けど、僕が見た結果から。他になか。超優先順位つけた、無理やりつけた時に、コアラさんが一番上って感じです。 おく君ねいあの、良いから言い直して、期待値以上だったって言い直した結果、より偉そうになってたので気をつけた方がいいと思います。悩んで一応、かりんさんに問い合わせますが、まあ、昼言った通りですね、かりんさんは休んでますが、今日、初期別に武田さんでもいいです。いや、なんか、四松のこと休んでるやつ、どんどん死んでいくから、もうなんか怖いな。誰か、武田さんと俺を止めてくださいはい。 投票、武田投票しますが、結構本望だと思いながらの投票でございます。志子松さんの人狼はね、あのー、97%ぐらいないと思ってるんだよな。で、武田さん偽物だった時カかりんちあきの二郎って自分の中で合ってるんだけど、その時初日に絡んでんだよな。俺がかりんさん人間っぽいって言ったら、ちあキが、あんなことないだろうって、熱強めで。熱強めで。 はい、どうするかな葵さんかかりんさんがいいなと個人的には思っておりますが、皆さんどうでしょうかうん。じゃあ、かりんさん投票だね。まあ、一応、葵さんに投票して、<い>なんか、葵さんのさっきのやろうと、俺とかりんさんがろーろーになっちゃうからさ。なのね。黒崎の千秋さんが投票持つのはやばいよね、うんはい。かりんちゃん。いや、そっか。葵さんよりは 小原さん投票の方がいいですね。なんか昨日の投票もわからなかったっていうけど、千秋さんめっちゃ人間軸から置いていく。私、千秋さんも人間だとかなり強めに決めってるんですけど、なんかその場合あまり人間らしい投票ですらないと私は思うけどな。たけださんが新っぽいから千秋さんは一旦置いてるけど、強、まあ、人ですらないとも思うんだけど、何なのって思ってるめっちゃやめて、人間だったら。千秋。小原さん2票ですかね。あ小原に投票今の。 <laughs> 今のコアラ投票なので2票はコアラさんに投票しますねなんか結論武田のシーン怖いなってちょっと思ってた部分があるんですけどただ千秋目線<ー>武田さんが人狼だった場合元気さんが千秋に人狼を打ってるんだから千秋の人狼は俺の目線もあるよで千秋投票でよかったと思うし武田さんが強人だった場合普通に黒打てばいいと思ってるから結論やっぱり真かなって思った時に浮かび上がってくるのはコアラさんかなと思ってます、うん カリンさん投票にします。まあ、単純に武田さんのグレー1から2票入ったこと。うん。と、まあ、なんだろう。初日に武田さんをあんなに信じられてい,ないたのに、収益されずに、で多分霊媒師抜こうと思ってゆ、ね、ゆかさんが収益されていることから、初日、あの、戸田ちさん、多分人狼への、あれがない。 ムうちりがないと思ってるからかりんちゃん結構固いと思ってる最終表、りのちゃん、あどうー、うん、ずいな <laughs> 武田さん、やっぱり占い師って一番本物だとは思ってるんだけど、グレーン行くのは、千秋さん、さん人狼だったら、蒼井さんかしこまつさんの囲いが起きてるぐらいしかないと思ってる、瞬日の議論と投票位置とかで。 持ってはいるんだけど、武田さん真の時は。どうなんだろう。そろそろ。武田さん投票します。はい、では本日コアラと。武田と。決戦投票になります。<あ>弁明決まった方からどうぞ。武田。はい。えっ、ー、と、僕、千秋のこと結構人間だと思っており。えー、コアラかりん、今き、葵の中に二郎と。 いやマックスが二郎なんだけど、えっと、かりんちゃんって、あおいくんとも、コアラさんとも、基本的には、ローローを組めないと思ってるから、今日カかりんちゃんには個人的に行きたくないって言うべきだったなって思ってました。それ以上はあんまなくて、うん、コアラさんのこと、単体で怪しいと思ってた期間があるから、コアラさんに投票したぐらいなんだよな。あおいくんがまあ、僕目線は一番印象は悪いけど、別に人間でもそうでしょうって思うから、フラットに考えてます。もう一日占いさせてくれるんだったら、 うどん、私、かりんさんとも投票履歴あるし、千秋にも投票履歴あるので、その二郎はなくて、私の仲間があるとしたら、葵君だけです。私、もう、がんとして武田さんには投票しないって言ってたのに、武田さんから投票するのも、来るのもおかしいし、うかりんさんは武田さんに投票してるからね、武田さん。<laughs> うん。たぶん、えっと、武田さん殺したかったのは、多分私よりかりんさんのほうが投票してますね。あ、えっと、かりんさんのが投票、えー、殺意はあると思ってます。うん。まあ、終始わかんなかったから、疑われてもしょうがないけど、私人間なので、武田さん殺してください、みんな。<laughs> もう私人間です。絶対人間。う武田さん残してなんて言わない。はい。 では、コアラ投票3番、武田投票12番で決まった方は両手を前に出してください。はい、では、いきます。3、2、1、ダン、えー、!3 番のコアラに投票してる人が1、2票、12番の武田に投票してる人が1、2、3、4、5票で恩返しを決めるのは武田です。う,意もどうぞ安全に言ってくれた。うんとね、推理自体はかりんちゃんの方がずっとなんか 正当だなって、僕、正当っていうか、まっすぐだなって僕はずっと思ってましたっていうのが、まずコアラさんが人間だったきに一応返しておくんだけど、で、コアラさんは竹谷投票しませんって言いつつ、えっ、ー、と、僕が投票したのはおかしいっていうんだけど、世の中にはね、評価集という言葉がありまして、僕の頭によぎっちゃったんですね。なので、本当に申し訳ない、それは。コアラさんが人間だった場合は。なんですが、いずれにしても里野、リノ・シコマツ・タカノの人間があるので、この村はたどり着けると思ってます。はい、以上です。ここ,こ,こまで生かしてくれてありがとうございました。以上です。 はい。ケダーが処刑されたにもかかわらず、恐ろしい夜がやってきます。皆さんが弁をオフにしてください。それではお時間の方やっていきます。ご視聴の皆様、しばらくお待ちください。さあ、祭りなしで稼いだ一日をどう使うかだよね。どうなんだろうね。結局、 鷹の城を残したっていう結果だよねなんかあんまりしっくりこないですよねあっこまで堅くなにつらないんだったらもう新進行で一生かまずにいけばいいのにって思っちゃうけどね俺だったらさあまあどっちにしてもね合ってるか外れてるから二択だからどうなるんでしょうね武田さんなんか雰囲気は本物っぽい感じですけど 他はあんまり本物じゃないと思ってるんだけどね。まあ、トダッチはどうだろうか。今木の新朗ロ発言は結構変だったよね。元気トダッチの朗ロはあんまないと思うんだよな。だってあそこが疑いあって、元気が使用して、 でその夜が明け朝がやってきますその、ね、皆さん画面に戻ってきてくださいはいあの本日朝を迎えると七番りのちゃんがききさてリノちゃん出ますはあ五日目議論時間三分ですどうぞでも<や>なちなみに今木さんって何者でしたっけこれは めっちゃいい議論してる人。なんとなく人間っぽい。確かに何者というか。俺結構クリクリティカルなことを言い続けてると思うけど。投票を合わせてるぐらいしか印象であ、カリんちゃん、いい。続きあったらごめんなさい。どうぞ話して終わってから。あ、いいよいいよ。ちょっと考える。あ、な、しこまつさん、私は人狼としてもオーナーやめたんですけど、武田さんが新っぽいから。あの 戸田地さん人狼軸でカリンさんが怪しいしか言わないんですけど、私ってそもそも2日目湯川さん襲撃が入った瞬間に初手でまあ湯川殺主義キャラな戸田地さんが人狼なんだよなって私人外で優質あります。あんだけ元気さんに誘導かけといて。えー、<ん>いやその発言あー全然覚えてなかったんで、ね。<laughs> ん元気さんが占い理由を言う前に挟み込んじゃったから。全面に。 こう私もカリンちゃん真相良くて人間っぽく見えちゃってるんですけどコアラさんって、うん、あのカリンさんは人狼だと思った時に、うん、もう一人の相方一とかってどこでとらえてます千秋さん <laughs> 千秋さんかななんか守って<ー>守り合ってる気がする,がする守り合ってる感じがするなんかお互い投票してないよね、うん、だってカリンちゃんで投票する気は私はないなと思っちゃって、えーうん うんね、初日にね僕がかりんちゃんに入っ,ぽいっていたタイミングで千秋が吹っかけてきたっていう小っちゃい要素だけありますうん。うん、いや、でかいです、その要素。<laughs> あ、高野さんって多分、なんか白色の人なんだろうなって、僕はあんまりめっちゃ村要素を拾えてないけど思うから、そう思うからう和解をしたいんですけど、はいはいはい。高野さんって、えー、と多分戸立さんの偽を決め打っており、いそ,はい、それ以外になんか僕のなんか人狼たる要素みたいなのってありましたっけ というか、四股松が人間らしい、コーラさんが人間らしい、チヤシさんがわかんない、カリンさんがちょっと人間らしいが人狼もある、今木さんはなんかこの自信満々な感じを疑えないなのね。いろいろ焦助していった結果なのよ。ああ、OK です。今の結構あってて、結論僕も今カリン、チヤキかなって思ってるんですけど、その結論なら合いそう。なんかさ、私、あ えどうぞ、今木さん、否定をあるならどうぞ。なんかあぼ僕はなんかどっちかというと、<laughs> 青いカリンに一匹いるだろうなと思ってるんで、うん、ここローラーからの、い僕の想定だと、高野志子松噛み切られるパターンで想定して,て、て、うん、今、木小原千秋の最終日かなって思ってました。うん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 。なるほど。どういい読み。わか,からんでもないよ。<laughs> 怖いなと思っている、うん。青いさんって、 ちのみなんですけど、戸田チさんのシーンはもう切った進行で、それだといいってことですかあれっていうか、そもそも、千秋カリンだと、占い師って誰が本物っぽく見えてるんだあれ元気さんじゃない元気さんがシっぽく見えてる。僕へ、ずっと戸田チさんでまだ通ってないつもりなんですけど。戸田ちシーンだと思ってる議論時間終了です。投票に移ってください。あ、じゃあ、投票いきます。おいくん。 そうかカリンさん投票で、まあ、なんかどっちかというと自信あったの千秋さんの方だったから千秋さんとでもいいなとかちょっと思っちゃったんですけど、まあ、カリンさん投票。はい。戸立さんのシーンをなんかまだ変わってないです。まあ、元気さん5枠とか全然あると思うし、イージー千秋にどっちか狼オいそうっていうのを納得した上で、僕、イージーさんの方だと思ってたんで、千秋さん黒って全然強靭して打てるなって思ってました。いや戸立さん、シーンだと思ってます。なんか、そはい、以上。カリンちゃん。 えっと、えうん。まあ、いいか。まあ、葵さん投票で、コアラさんと葵さんが私は釣りたいですかね。まあ、コアラさんをそんだけみんなが人間だって言うんだったら、なんか納得いく人間要素をもらった上で、千秋さんともう一回考え直す。けど、基本的には武田さんが真に見えてれば、千秋さんがあんまり怪しくないんですよ。なんか、そこ吹っ飛ばしてる人たちはちょっとどうなの葵さんとかもなんか、どうなんですか誰が人狼だと思ってて、仮に千秋になってるのか。だな。占い師の中でね。 いいすこまゆらぐな。あおいさんに投票します。うーん、ゆらぐ、かりんさんか、かおりさん、か。っいはい。たけだしだとて、たけだしだと。リアクションせいでもよかったんじゃない。むぜ。いわきさんが人狼の時だけ負けを認めます。<laughs> うん。いわき。にさん投票で、今頭の中で考えたんですけど。戸田っちが人狼だった場合ですよ。戸田っちが人狼だった場合。違うな。待てよ。 だとね、トダッちが本物じゃないんだよ、多分。トダッちが本物である、なんか、占い師の、このなんかこの小原いとかカリン・チアキの関係性が多分なんかね、構築できない。した明日までにまとめる。<laughs> うんそうです。じゃあ、はい、トダチアキ、育ちゃんを こう人間だと思ってます。青いコアラだと思っているので、い君に投票します。昨日コアラさんに抱いた疑問が一つだけあって、今日質問したんですけど、千秋カリンだと思ってるって言ったけど、コアラさんって、トダッチが人狼だった場合にカリンちゃんが投票してないからカリンちゃん怪しい投票。ただし、私ってトダッチに結構、うん、あの、議論中に違和感を感じていて、トダッチに投票してる人だから、からその理論で言うとカリン千秋になるのってところと、あとちょっとカリンちゃんとの二郎してあるので。青<ら><ー>、はい君は人間ですね。あ さすがにまあまあまあとまあちあきさんは投票運以外でまああの弱い要素本当にあの表情とかそういうところだけで疑ってるので別に今はねそんなに強い疑いじゃないでも投票する可能性は全然あるっていう感じですカリンさんに投票しますなるほど最終票高野高野でも青い入れるんだよね村やからどうしようかな 俺はワンチャン最終日かなと思ってし。チアさんがそんなに人間じゃないような気もしてるから、決戦聞いたがいいのかな一回決戦聞け。そしたら。いや、葵さんに投与して、なんか、これで襲撃見よう。さすがに葵さん自らやったら俺が噛まれるとかなんかそういうのもあるからさ。いや,いやいやいや。でいいかないやいやいや 村だったら噛むよ、高本日、助手るのは葵くんです。遺言をどうぞ。はい。まあ、ロラーってことなんで、全然飲む、飲むんですけど。まあ、千秋さんの方が自信あった要素は、まあ、かりんさんが村かなって夜時間に思い、思っていて、まあ、なんかあのタえっと、二日目かな二日目か三日目ごめんなさい。で、僕投票。えっ、ー、と、戸立さんの白の僕投票が、なんか狼だとしたら悪目立ちするかなっていうので、人間かなと思ったけど、なんか構図的に、かりん千秋じゃないと負ける村っぽいので、まあ、そう信じました。 戸田さん、シーンをなんか、僕はここまで死ぬ間際まで剥がしませんでした。もう、霊界からおたけびが聞こえます。おたけびでも名言書を狙ってます、あの人。以上。はい。葵君が処刑されて、恐ろしおるがやってきます。皆さん、画面をオフにしてください。夜時間やっていきます。いや、どうですか。あんま狼見えねえけどね。どうなんだろう。 そうなんだよな。なんかみんなふわふわしてんだよな。ふわっと武田信って言ってんだよな。どういうこっちゃ。武田人狼、元気信、千秋武田、ロ老。うちの誰だって感じなんかな。そりゃ四股松人間か。なるほど。みんな、四股松鷹野、小原人間か。 カりリいイマキカんリまイマキどっちやどっちやろむずいなお忙しい夜が明け、朝がやってきます。みなさん画面に戻ってきてください。全然覚えてないやばはい、いる。 本日朝を迎えると、一番高野が襲撃されてます。議論えー、6日目議論時間3分。私、明確に青井君で人狼落ちたと結構思っちゃってるけどね。えー、なんか、戸立ちを死んだと思った場合に、武田か元気さんに人狼がいるじゃないですか。その場、うんうん、あえ戸立ちを死んだと思ってるって言ったよね、あの人。その場合、武田さんか元気さんに死んがいる。うんうん、で、元気さんに黒打たれてる。うんうん、あれあ、違う違う、元気さんか武田さんに人狼がいる。 その場合、元気さんって私に人狼を打っているから、うん、千秋元気の二郎がないから、武田さんとの人狼になるんだけど、うん、武田さんと千秋が人狼だった時に、うん、イージー、リンの高野に白を投げて何がしたいのっていうところがあるから、だからあんまりトダッチ、真ってところが結構無理やりだなと思っちゃったから、うん、割と狼落ちたと思ってます。ちなみに言うと、トダッチは絶対人狼だと思ってるんですけど、トダッチが真だった場合って青い白でしょ。で、そうすると、元気さんが多分僕の中だと人狼になるんですよ。うん。 で元気さん人狼だった場合一夜景の黒学校になってありえないと思うから僕人間視点だとカリンコアラの色になるんだけどカリンコアラの二郎を切ってるんでっていうことに昨日気づいたていうかしかも私めっちゃ強めに元気さんに確か誘導かけませんでした初日トダッチは人狼で今僕の頭の中で一旦決め打っていてもしくはトダッチ狂人の元気人狼トダッチ狂人の元気人狼で決め打っててまあなんか 結構あ危ない橋を渡らない進行してきたから、どっちかと,いうと僕は今日カリンちゃん処刑しときたいけど、ん青いくん人狼で村がミーが決め打つなら別に。いやしたら、したら、要は多分今木コーラの釣り切りだと思うんだけど。<秋>うん、今木気持ち的にはそれやりたいけど、多分私が言うと千秋彼に見えちゃう。千秋彼か。いや俺は今木さんに対応するつもりがあんまりないからな,ないね。 この村が私の信じてる人たちが今後、マキさん票するつもりないんだったら私は千秋さんを人間決めって死んでもいいかなと思う本当に本当に思いたくないまあ。行きたい。いやー。なんかさ、あ、そうそう、二浪否定できるかもって思ったのが二日目に私、元気さんに人狼って打たれてるじゃないですか。千秋カリンが老々だった場合に元気さんが限りなく結構真に見えると思う。 で、えっと、投票位置が割と定まっていなかったときに、カリンちゃんって1票目にアオイ君に投票していて、割としんぽい元気さんを連れるような議論だったのに、わざわざグレート票するかなってところは考えてほしいです。おそれいいよ。あ、そうだったっ。それいいね。はい、そかちょっと響いた今。うん。一応でもね、アオイ君人狼アオ君人狼塾だったとき、僕は多分、千秋処刑できる議論を2日目に作っておきながら、結果、元気さんのこと、偽物じゃないって3日目に一番最初に言ったのが僕なので、多分ね、 けせん俺めっちゃ人間だと思うけど。ちな。ちなね。ちな。でもう今、誰も追ってないから、一応もういいかなと思ってるけど、その場合、コアラさんになっちゃうんだけど。追ってない難しいね。はい、議論時間終了です。投票に移ってください。かりんちゃん。コアラさん投票して、 私は人間だから行きたいし、まあ、千秋さんとも切れてるし、元気さんとも切れてる。ま、切れてないのは唯一戸立ちさんぐらいかなって思ってる。ただ、実際今は戸立ちさんが人狼だと思ってるかなっていう思考。戸立ちさんと青井さんと小原さん。なんかみんなが小原さん人間だっていう要素はちょっと私には説明がされてないからわかんないけど、えっと、2日目の千秋さん投票かな、小原さん。2日目、3日目えっと、占い審議がわからないまま千秋さん投票してるのも、 それ以降、占い心機ついてないまま、武田さんを残そうとしているのも、どちらにいてあんまり人間らしくないですよね。うーん、投票するか。バラうんまあ投票はかりんちゃんに投票するんですけど、別に人間らしい行動をしてきたつもりは別に全然なくて、ただ、人狼らしくない行動ばっかりしてると、私は自分で思ってる。 武田さん、普通に投票で、私の投票で殺せた日もあったし、それしなかった。かりんちゃんに投票して何をしたかったかって、高野のもうクリティカルな意見もちゃんと加味してほしいです。うん、はい。ごめんなさい。うん。蒼君、結構、人道だと思っちゃってる軸で、小原さんには投票させてもらいます。うん、なんか、それと、まあ、かりんちゃんも別に武田さんに投票はできたなとは思っているし、 うーん、まあ、あい君は武田さん、やっぱつろうとしてたし、あおい君人狼軸で。やっぱりコアラさんになっちゃうかなと私は思ってます。青おい君が人狼じゃないと思ってる近松。はい、ああ、カーリンさんに登用しますが、人狼はコアラさんの方かなと思ってます。ううこ,ね、これ、今木さん人狼やったら恥ずかしいね。はい、あと千秋さんの印象は、一応今のところかなりいいです。はい。大丈今木。 ごめんね、人間だったら、かりんさん投票して、これで最終日が来るかなと思ってるので、結構いろんな予想出たと思うので、これでなんかフラットに判断すればいいかなと。自分の所感だと、千秋かりんグループの方が人、人間らしいと思ってます。人間らしいと思ってるけど、コアラ葵グループの方が人狼っぽくない。っていう、なんかそんな感じなので、まあ、しっかり明日生き残ると思って頑張って考えます。はい、では本日受けするのは、かりんちゃんです。今もどうぞ。 なんか私が人間として残したい言葉って言ったら、まあ、千秋さんを釣らないでほしいぐらいかなって、も今になっては思ってる。今日これで続いた場合って、えっと、武田三審の新郎郎か、葵さんで人狼が落ちてるかだよね、多分。その場合だったら、葵さんの方が怪しいと今のところ思ってる。し、なんかコアラさんがさっき言ってた人外らしくない様相として挙げられてた点なんだけど、なんか私、千秋さんが白いと思ってる人みたい目線、かつ育ちさんが人狼っぽいと思ってると、元気千秋武田の日って全員白だった可能性全然あるから、 なんかそこの表捨てが全然人間らしいと、てか人間らしくないと思えるのかわからん。思えない私はあ。最終日来るね、これは。はい。カリンちゃんが処刑されて、おそろしろがやってまいります。くるよ皆さん画面をオフにしてください。よろしくてまいしますしょう。いや、どうですかね武田カリンチアき。 トダッチ巨人どうだろう一応、四股松は間違えてた。ごめん。四股松だけなんとなく恐ろしい夜が明け、朝がやってきます。皆さん、画面に戻ってきてください。はい本日朝を迎えると、5番、四股松が襲撃されています。うん、最終日3分。さあ、コーナーまよし。考えましょう。 フラッとに考えましょう何を言えばいいのかな、ね、難しいよね。うん誰に何を説ってるチェッキってさ、今のこと2日目ちょっと要チェックしてたじゃないはい。2日目ぐらいに。そ,そ,うね、そっからさ、なんかチェック緩くなったなって思ってるんだけど、なんか要素あった。あ、もう今木さんを釣れないと思ったし、村人がか今木さんを人間っぽいと思ってるから、もう考えるのやめた方がいいかなと思いました,た、うん、し、今ももうやめようかなと思っています。 で今木さんは結構戸建ち人狼軸で考えてるまあそうねそうなった場合の否定要素はあんまりな、ね、い初日のしかないけど小原さんどうすかうーん私自身の人狼否定要素しか <laughs> なくて私はリノさん高野さん に投票したくないって言われてたから襲撃しないということしか言えないかなそううん、ね、そう、ね、うん。そう武田さんが処刑された日の襲撃は別に今木さんとかでも良かったもんそれがりんの、うん、さんとか高野さんって葵くんに向いてたと思ってるからうん,うん、うん、なんかまあ確かに小原さんだとするとそうだけどあ<ー>結構葵くんの 神なのかなって思っちゃってる部分もある、うん。まあでも今思うと青い君が人狼だったかもなとも思ってる。ちょっとね。あ<ー> <laughs> じゃあ青い一やき。青い一やき。うん。青い一やき。にえきらんな。青い一やき。青い青い今き。青い今き, <laughs> <laughs> き。いやわかんない。今も全然あると <laughs> あるんだよね。あると思うよ。 なんかね。それ、むずいな。なんか私、結構、葵くんともカリンちゃんとも繋がらないと思ってるんだけど。そうだよね。カリンちゃんと繋がるんじゃないそうかな。昨日結構、して要素、ちゃんとできたかなと思ったけど、か確かに投票してないから、コラサメさん目線あるかも。うん,う,んうん。まあ、唯一繋がる要素あるとしたら、カリンちゃんがもう、元気さん絶対殺すマンになってたっていうね、二日目。そうね <laughs> こ。こやつだけは許さんぞっていう。いやいや、違う違う。二日目は、二日目は葵くん投票してるから、カリンちゃん。 あそっか。だから、元気さん殺そうとしてないんだって。ね、カなんか,かご、かごさんが、すてきすてきすてき。てあの、かごさんがグレート票もありなんじゃないっていう議論をしていて、えっと、ふわっとした中で、かりんちゃんが1票目に元気さんじゃなくて、おいくん投票してるから、だったら元気さん釣りたくないっていう主張を昨日述べた。<あ>なるほどね。ねかっただけじゃないそれって。どうしよう。えなん <laughs> も言えない。え <laughs> はい、議論時間終了です。<laughs> 投票に移ってください。最終日。さあ、どうでしょう。釣りしも挟んで、待っております。はい、待ってよ。じゃあ、来 いやもうなんか今きさん人狼だったらめちゃくちゃうざいなって思うんですけど、もう私はコアラさんに投票させてもらいます。葵、うん、コアラだと最終結論は思ってます。確かにコアラさんの武田さんつらない部分結構強かったなと思ってるけど、葵君は逆にだっち新論で、すっかけて武田さん投票ずっとしてる人だから、まあ、逆位置についたとかなのかなぐらいしかないです。以上です。うん。うはい、コアラええー。 千秋さんに投票しますが、うん、なんかね、千秋さんが人狼かって言われるとちょっとわかんなくなってきて、<laughs> 正直ね。うん、まあ、ただ、かりんさんと千秋さんが二人して私を処刑しにきたがってたのはすごく感じてた。もうずっと二人で私に投票してきてから、二人がと人狼っていう印象は私の中で、まあ、結構強い。うん、私しか、 私、主観の話しかそういうふうにできない。もう、なんかね、予、うん、言者の審議もちょっとわかんないし、いや、うん、気だよ。はい、きっと。そして、今、うんまあ、結論、コアラさんに投票します。<ー>人狼っぽくないのはコアラさんです。もう、変わらない、自分の中で。なんか、人狼としてのなんかこう戦略、盤面みたいなのを作って、た、ま、ん、あ、武田さん死んだろ。神筋的に。 いやー、コアラさんの位置でどう戦うんだかにつってきたけど、カリンアオイでカリンが人間かなって最後思っちゃった。ごめん人間だったら、すまない。そうか本日処刑されるのはコアラです。言語も vp だ、まあ 本当に井さんと私が人狼だったら竹が、竹田即髪ですわ。そんなん当たり前。<laughs> 議論で言ってる場合じゃない、亀って感じ。うーんまあ、ガーデンリーグの優しいところは、飲食禁止ですけど、猫のケツ叩きが OK ってところですねいや。ほんま、ずっとポンポンしてる、はい、あなた。心 <laughs> を射程して。ジルト・ブロジェさん、同窓ます。<ら>人狼 GA の勝利です。そ それでは皆さん、ごめん、戻ってきてください。ごめんはい、申し訳ない。さんも戻ってきてもらって、<laughs> はい、改めまして、人狼陣営の勝利です。はい、人狼がカリン・元気千秋の三郎でした。うんうん、それをサポートした、狂人が、トダ戸田っちが狂人でした。はい、えー、占い師が武田。 レイバー石ゆかころ、カがかごさんでした。はい、ね、人狼陣営めちゃめちゃみんな良かったと思います <laughs> あの。見てる人も難しかったと思うし、こううほんまに全員に賞あげたいんですが、ジャッキに MVP をあげたいと思います。最高<当>。ありがとうございます。最高 <laughs>。まあ本当に3週目にできたトダッチ教人とか、元気のクローがいとか、アリンちゃんとジャッキがこう<ー>、ね、手をつないで、 なんとか二郎で行きの頃とか頑張っている中で村人が最終日を目指すような進行を提示してきたのでなかなか叶わなかったんですが、カリーン千秋は投票し合ってないんですが、千秋のカリーン千秋が二郎を切れる要素がやっぱりぶっ刺さってたと思いますね。黒囲いがで起きた日。 なんなら千秋人郎なら元気が本物、あ、それはないんですけど、黒岡なんですけど、だったら元気の本物もあるよね、みたいなかが一票目青い投票が、ううまあ、どっち死でもいいんですよね、<れ>ぶっちゃけね。<laughs> どっち死でもいいからっていうその票を思い出して千秋が二浪否定要素にしてたのが、めちゃめちゃ強かったと思いました、千秋に差し上げたいと思います。それは強いな。 負け陣営、村人陣営の MVP は、村もね、すごいいい推理をしてた人が多かったんですが、僕はコアラがぶっちぎりだったと思うので、はい、コアラにさせていただい素晴らます。人外投票率100%ですね。<laughs> すごい。<流>強すぎる。<う>めっちゃめ,っち,ゃめっちゃ強かったです。まあ、なんか、なんでしょう、その千秋の怪しい要素は表情だったりとか、<laughs> なんかその仕草って言ってたのもあったけど、<laughs> こ千秋はね、頑張っていろんな占い人にラインを切ってたりしてましたけど、コアラはずっとカリンちゃん、カリンちゃんに向けられてた。 とかもあったかもしれんけど、そう、そう自分が一置的にも向けられてるからこそ二郎を捉えるのが早かったと思います。青く君もね、られてたんですけど、トダッチシンって考慮押してたんでね、ちょっとそこだけ、<laughs> <laughs> コアラの方が良かったかなと思いました。コ <laughs> アラ、強かったです。ありがとうございます。 事務所は元気にさせてたいと, <laughs> と思います。はい、僕、クソ弱い初日の CM からの。<laughs> 弱かったな。<laughs> でも、そっからの本当にスケール決戦弁明は、まあ、トダッチもね、強人だったんですけど、トダッチも偽になりすぎないような、えー、弁明もしてたと思うんですが、元気が決戦弁明を本気を出したのが村に響いてたことで、<や> えーまあ、本来は霊媒が残るだろうということで、育ちの城が見えると思っての黒囲いだったと思うんですが、霊媒が抜けてどうしようとなった結果、村中はギア,ギアを落とさず決戦で抜くという、これは素晴らしい,い素晴らしい素晴らしくなるっていうの、ね。ちゃんとつられに行ってくれた。これはもう全て押してる GM 目線はうまいなと思っていましたので、元気に差し上げたいと思います。えー 名言賞は、えー、どれにしようかな。もうね、みんな面白かった。あ真面目な議論してる中で面白いのもいろいろあって、えーと、何個かできたいと思います。えーとね、武田の <laughs> ローラーしようって今日は言うけど、明日は言わないでっていう。すごいな。<laughs> だいぶ汚いのと、あと <laughs>、 初日なんですけど今期のトダッチに対するいい手の開き方だったっていうのが面白, <laughs> 面白かったのとあと人生どうでもよくなった強人だったら打てんじゃない <laughs> <laughs> あ,とあと俺はめっちゃいい議論してる人もよかったんですけど <laughs> ええー、名言賞は千秋の<え><お>そうそね モー、うん、ムスになっちゃったごめんでした。そうあれはそうだよ。カゴさんをカゴちゃんと噛んだだけでも面白かった。<laughs> そこに一言足せるのがやっぱりね。しかも人狼ですから、<laughs> 人狼であれ足せるのは素晴らしいなと思いましたので。ありがとうございます。ありがいま思います。